東京あざぶ台から生放送マットヤスカのつばり勝。それでは本日のゲストを紹介します。自由民主党衆議院議員の平沢克栄さんです。今日のテーマは安倍政権の内憂外患、国会でやるべきことは何かです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ本当にゴールデンウィーク真っ只中で、はい。まあいろんな議員の方を海外視察行かれたり、まあ。 ね、いろんな意味で野党は審議拒否みたいな形、いろんなこの議員がいる中、相変わらずって言ったらあれですけれども、地元周りをゴールデンウィークもされてるわけですかあの昨日は憲法記念日で、憲法関係の集会などがありましたけれども、はい、それ以外、地元ではゴールデンウィークの間は、子どもさんたちの行事がいっぱいあるんです。はい。ですから 地域の人たち、普段お会いすることない人たちに会う絶好の機会でもあるんです、うんうん、ですから、こういう時にできるだけ待っておいた方が、はい、私はいいなと思って、ますけどうん、まあ、あ,のある意味、こう、対極的にね、物事を見られてるふうに見えるわけなんですけれども、やっぱりあの国会議員の方でも、まあ、いろんな資質が問われる中ですね、はい、まあ与党、野党う抜きにして、ですね平、まあ、沢さんももう何十年。 この国会議員ということで、街、はい、を歩かれると、街、はい、の声というのは、最近は逆にどうですか、厳しいですよ、厳しいですかいや、私はいつも言うんですけど、自民党議員の一番だめなところは、はい、呼ばれている会合だけ行くからダメなんです。要するに呼ばれない、要するに支持者だけのじゃ、だけじゃない会合ですね、そういったところにどんどん入っていって、 それでやっぱり国民の皆さんの声を直接お聞きすると、うん、厳しい意見もいっぱいありますよ。はい、でそういうことこ声こそ歓迎して、うん、耳を傾けるということをしないとだめだと思いますけどね。うん、ですからあの、呼ばれた会合じゃない、例えば、ま、お祭りだとか、はい、それから地域の集会のなんかで、私たちに全く呼ばれてなくて、ただ皆さん集まっているところなんかに行って、いろんな。あ 方々とお会いして声を聞きますと、はい、まあ駅に立つのもいいんですけども、もともかく厳しいですよやっぱり。ただ今の国民の皆さんの声っていうのはもうはっきりしてまして、自民党に対しては非常に厳しいんです。うんね、自民党しっかりしろよと。うん、ただその自民党に代わるよう他の政党 というのが、今、なかなか見つからないんです、うん、まだ新しい政党がこれをこの連休終わったらできるようですけど、はい、なかなか皆さん、そういった政党に期待してるっていうところはないわけです。ですから、なおさらのことを自民党、しっかり頑張ってくれよというところだろうと、私は今思いますけどねこれはもう昔から平沢さんは与党、自民党に対してもですね、まあ、本当に厳しく言ってきてますよね。そうですね自民党はやはやり あの常にあのいい意見はあんまり耳傾けなくていいんですよ、うん、要するに自民党に厳しい、自民党にとってはもう本当、耳の痛い声に耳を傾けることの方がはるかにはるかに大事なんですけど、うん、なんとなくそっちの方を避けているというような傾向が最近はありますですね、うん、それは私は絶対に避けなければいけないと思いますけどね。うんまあ、皆さんんもも多分思思われれると思ううですけれどどじゃあ野党はどうだっ,つった時に、まあ、今の状況 ですと、まああいう審議拒否っていうんですか、はい、ああいうような形で、まあ、それをしても、それで、まあ、ある意味、抗議ですよねあの、与党に対して。 抗議をしているということなんでしょうけど、結局その、出てないでお金もらってるわけなんですよ、ね、そうですね、森友, <laughs> 森友とか影とか、まあ、あの、日報の問題とか、それからセクハラの問題、いろいろあったから、はい、で特にあの文書の改ざんとかいろいろあったんで <laughs>、えーまあ、麻生さんにはやめろとか、いろんな要求を出して。 これが実現しないから、賃金給与に入るということなんですけど、まあ、この問題をいろいろやるのはいいんですけど、こうした問題と、例えばですよ、昨日、他のところでも言ったんですけど、憲法審査会は一回も今年になって開かれてないんです。こういったものを一緒に土俵にの乗せちゃって、それで、 これが自分たちの主張が入れられなければ、他の問題は全部ストップしちゃうと、うん、国会審議が全部ストップしちゃうという、このやり方は私はどうかなと思いますけどねその一票を入れてくれた町のある意味、議員じゃないですか、一人一人、はい、その町の人たちが何と思うんですかね。 仕事してないというか、それでやらないということに対して、それでお金をもらってるんですよ、ね、ですから私は野党のやり方、あのその委員会とかそういうの全部ストップして、ですねそれで、えー、財務省のナンバー2、ナンバー3、えーまあ、野球で言えば二軍クラスを呼んで、ですね、うん、マスコミに入れて、そこでぎゅうぎゅうあの追及しているところをテレビに映させて、国民の皆さんにね見てもらってるんですけども、うん、まあ私は。 このやり方はどうかなと。うん、そんなんだったら堂々と委員会に出てきて、うん、総理とか大臣を厳しく追及した方が、はる、うん、かに私は本当の責任者でもあるわけです。そうですよ、ね。私は意味があると思いますけどね。二、うん、軍三軍を呼んでですね、そこにマスコミ入れて、 あのギャン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 やっても、うん、その出てきた役人もかわいそうだし、うん、国民の皆さんだってなんだということになってしまうんですよ、ね、なんかそういう番組を作ってるみたいな感じに見えますよねそうですね、<ー>ですからパフォーマンスみたいな形になっちゃいますんでね、うんまあ、もちろん自民党だって責任があるわけで、自民党ももっと正直にすべてやっぱり、国民の皆さんに説明するっていう努力はかけていることは間違いないんで。 ここは連休明けたらしっかり説明してもらいたいなと思いますけどね。そうですね。まあ多分そういったところも含めてですね、皆様からもメール、ファックスたくさんあると思いますし、最近、平瀬さん、あの、ソーシャルネットワークっていうんですか、例えば。SNS ですね。SNS とかっていうのも結構 <laughs>、はい、 あの使いになられてますよ、ね、いや、私はやってませんけども。なんかブロ,ブログというか、ホームページからいろいろ、活動内容なんかも出てますよね、まあ、これは出させていただいてますけども、こういうのもやはり大事ですよね、皆さん見ますからね。そうですね、まだ、はい、あの議員として、もちろん載せられないこともいっぱいありますけど、はい、どういう活動してるのかの、その一旦でもですね、うん、やっぱり見ていただく方に分かっていただければと思って。うん それはあのー、私というより秘書が、はい、あの私の後ろについていて,活動ていつも画を見て写真撮ったりしてそれはいつもあのあのネットに載せているわけなんですけど、まあ、もっともっと詳しくコメントとかなんか載せればいいんですけど、はい、なかなか時間の問題とはなくて難しいですね。 平沢さんには本の方もね、出してほしいなぁと思うわけなんですけれども、あ,あ、いや、あのね、前の本、はい、あの連載されてたやつとかも結構、本になったりもしてます,ね,そうですね、あの夕刊フジにもずっと連載書いてますので、これはあかなり前に出しましたけど、そ、はい、れからずいぶんたまりましたから、はい、また出してもいいんですけどねぜひこのタイミングでね、はい、いろんな意味で、あの、いろんなある意味、内容、外観というね。はい あのキャッチコピーでも何でもいけるんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、この後もですねコマーシャル以降、はい、皆様と一緒にですね今日もこれから1時間以上ねやっていきたいと思いますねはい皆様からのご意見ご質問をお待ちしております受付メールアドレスは安川「やすかわ」アットマーク「j o r f c o j p ですしお待ちしてます 今日のゲストは自由民主党衆議院議員の平沢克恵さんです今日のテーマは安倍政権の内憂外患、国会でやるべきことは何かですはいまあね先ほどももう冒頭から、えー、内閣についてもそうですけれども自民党としてですねまあ本当こうしなきゃいけないということでいろいろおっしゃってますけれどもねそんな中やはりこの 北朝鮮と韓国が南北首脳会談というのが行われまして、はい、実際、平沢さんは率直にどう思われましたか、まあ、北朝鮮については、つい最近までですね、まあ、アメリカのトランプ大統領も、もちろん日本もそうですし、多くの国が、まあ、ならず者というか、ですねもう要するにとんでもない、えー、非,非人道的な独裁国家と、そのリーダーと、それで極めて残虐なリーダーで、うん 身内の人間でも次々に殺すということで言ってたんですけども、うん、わずかの期間の間にがらっと変わりましてね、今やノーベル平和賞とかっていう声が出るくらいになってしまって、ですね <laughs> まあちょっと違和感を、ですね、うん、今回の報道ぶりにはちょっと違和感を感じますけども、うん、まあ私はもしあの金委員長が完全に今までの対応を改めて、 改心したとならこれはこれでいいことだろうと思うんです。で、改心して、これからいい方向に北朝鮮を持っていくと言うんだったらば、これは日本にとっても大変にありがたいし、それは核も完全に放棄するということであれば、その通りになれば、こんな素晴らしいことはないんで、喜ばしいと思いますけど、果たしてどこまで信用できるかと。 と,いう,と、ね、いうことじゃないですかね。ですから、すべては今度のアメリカとの会談を見てみなければわからないんです。ただ私は心配しているのはですね、アメリカのトランプ大統領もですね、もう要するにこの北、北との会談をものすごく楽しみにしているようですけれども、今、あの、トランプ大統領はですね、ロシア疑惑でかなり捜査当局から追っかけられてですね、大変な状態にあるわけですよね。で、そういった中で今年の秋には、 あの中間選挙があって、それで2年後には今度は大統領選挙がある。そういったものを控えてて、なんとなく自分のイメージというか、自分のやっぱ実績を上げたいという、そういう気持ち持ってますからね、そういうこう持っている中で、今回のこの問題を、万が一、この北朝鮮の問題を利用しようとかということになれば、 私はこれは解決、北朝鮮の思つぼだ、うん、になるだろうと思います。まあ、アメリカファースト。アメリカがまず良ければいいと考えですから、間違いなくそういったこともありますよね。そうですね。うん、ですから、この問題、最,最終的には、 あの核問題の完全解決、完全放棄という形に持っていかなければならないわけで、もちろん日本からすれば拉致問題の完全解決ということになるんですけど、核の完全放棄ということになってくると、北朝鮮は核を全部ですね洗いざらい、ですね全部今まで積み重ねてきた持っているものをですね全部あの第三国に持っていかなきゃならない。 そうじゃないと、北に置いといたらどうなるか分かりませんから、そこまで北朝鮮が果たしてするかどうか、しかもそれは本当にすべてを持ち出したってことをどうやってチェックするか、それから北朝鮮というのは、あの地下の施設がいっぱいあるんですよ、はい、この地下の施設をどうやってチェックするかということになってくると、最終的には北朝鮮の隅から隅まで徹底して、もう要するにどこも、あのー、要するに見,見せないなんていうところがもう一切あってちゃだめなんです。ててを見て それであの、こちら側が納得しなければならないわけで、果たしてそこまで北朝鮮がやら,やらせるかどうかうんそこはちょっと疑問なんですけどね平沢さんご自身、このもう十何年前から、ですねこの北朝鮮との交渉、ニゴ、はい、シエートっていうんですかね、はい、もちろん中国も含めて、はい、今までいろいろやってきたからこそ、今回のまた、意外とちょっとね、今みたいな発言につながるわけだと思うんですけれども。はい いろいろありましたよね伊達さん,さんもいろんな件というか、そうですね。まああの私自身はあのこの問題2002年9月17日に、はい、小泉総理があの包丁してそしてこの当時の金正日総書記からですね拉致を認めさせ謝罪させたと私はこれは大変なあの大きなあの成果だったと思います。うん、やっぱり小泉さんの一つの大きな私は。 あの成果だったと思いますし、これを下準備したのは田中金さんという方なんで、私は田中金さんに、ですね拉致の関係者の中からひ厳しく批判する人がいますけど、私はあの北が一切拉致はないって認めてた中で、認めさせたという功績は、私は認めてやらなければ、ちょっと田中金さんがかわいそうじゃないかなと。私ははそこは しっかり正当に評価してあげなきゃならないし、もし、田中金さんがもし間違ってたらおかしいって言うんであれば、田中金さんを批判しちゃだめなんで、うん、田中金さんは小泉さんの言われる通りに、う通りに動いたわけですから、うん、もしそれがけしからんということであれば、小泉さんを批判しなきゃいけないんです。うん、それから小泉さんは批判できないもんだから、田中金さんを一生懸命批判すると。うん、このやり方はどうかなと。 私はこれは問題だなと思います、ね、そうですよね、当時、その田中金さんと北朝鮮側の、うん、まあミスター X とかよく出ますけれども、そねはい、この方ももういないんですよね。と言われてますですね、これ、だい分からないですけど、そういう、なんかね、イメージというか、話を聞くと、もうね、ある意味処刑されたっていう話も。 て言われてますだけども、まあ、ともかくこういうミスターエクスとわ分からないように、漏れないように、結局、うん、慎重に何回も、あのー、会合を重ねて、うん、そして、あのー、北,北が、拉致を認め謝罪すると。 いうところに持ってったわけですから、大したもんだと思うし、もう少なくとも北はですね、間違いなく今、北は、あれを認めて謝罪したのは大失敗だったと思ってると思うんですよ。それはなぜかというと、それは向こうはお金が入ってくると思ったから、結局これを認めたわけですから、それで謝罪したわけですから。ところがお金が入ってくるどころか、逆に制裁は強まったわけですから、北からすればこれは失敗したというふうに思っているんじゃないかなと。だけども、日本からすれば不十分なまま、 まあ、だけど、一歩前進になることは間違いないけど、はい、完全なあれではないと。だから、完全な解決するには、やはり北側がもっと失敗しっかりしろということを、もっときちんと正直にすべてを明らかにしようということになるわけで、これでこの平行線がずっと続いてるわけですから、この平行線をもし破壊しようとしたら、 これの北朝鮮にとってプラスになると思わせるようなやり方で向こうに話しかけなかったら、た,ただ、まだ被害者がいるから返せ、返せというのは当たり前のことなんだけど、この当たり前が通用しないのが北朝鮮ですから、その当たり前のことが通用しない北朝鮮にどうやってこれをあの正直に言わせるかという問題になってきますと、私はただ、返せ、返せと言ってただけじゃ、あの国はなかなか。 通じな,い通じないんじゃないかなと思いますけど、ね、もちろんこれ、外務省がいろいろやらなければいけないと思うんですけれども、はい、ある意味、今は内閣主導で、そうです、ね、北朝鮮に対しては動いてらっしゃるんですかね今まではもう、外務省と内閣主導ってなんですけれどより内閣主導なんですけれども、他の国だったら、インテリジェンスですね、すね情報機関がやるわけですね、アメリカの場合は CIA がやってますけれども、はい、こういう形でやるわけです。 日本の場合はそういった情報機関がないですから、今までは外務省ですけど、外務省ではなかなかだめだということで、の苛立って、それで内閣でいろいろとやっておられるんでしょうけども、しかし、解決、平成2002年ですか、小泉さんが北に行かれたのか、それからもう16年経ちますけど、2回目の子供さんたちが帰ってきて以降ですね、一切、 この問題は進展してないんです。ですから、その意味で言えば、やっぱり日本としてなぜ選んだろうということで、もちろん悪いのは向こうだけども、向こうはそれは前提とした上で、どうやって解決するかということですから、私はあの反省するところ、しっかり反省して、改めて,改めてで、要するにもう一回戦線を、要するに、の体制を組み替えて望まないとい。私はね、外国に拉致の問題なんかを頼んでますけれども、アメリカだ、韓国だ、モンゴルだ、 あのいろいろとブルーブルしたとかね、でねこれじゃ解決しないと思います、うん、やっぱり拉致問題は日本の問題なんですから、うん、日本がやっぱり先頭に立ってしっかりとやらなきゃ、アメリカに今度頼んでますけれども、うん、アメリカも私は話としては、北側に日本がこういうのもこの問題をしっかりやるよと言ってくれると思うんです。だけどそれまでで 要するにこれ、しっかりやらなかったら、お前ら、ただじゃおかんとは許さないぞと、席を、ね、蹴って立って,立,った立って帰ってくるよというようなことをアメリカがしてくれるはずは、私は全くないと思います、うん、この流れを見ると、どうしても例えば、えー、米朝首脳会談が行われて、まあ、もちろん、韓国もそういう南北の会談も行われまして、もちろん中国とも行っています、日本だけがちょっと、ある意味、何もしないように見えるわけなんですけれども、 逆にこれからある意味、このお金で日本はいろんな意味で援助や寄付やとかそういうのあるんですかね。そうですね、やっぱり北が一番、日本に期待してるのは、もう一番というより、もうすべて、1から10まですべてがお金でしょうね、日本の。で、これはお,お金をなんとか日本からもらいたいということなんでしょうけど、そのためには拉致問題が解決しないと、日本としてはやれないということになりますので、これからそのせめぎ合いが。 行われると思いますいただ、あの国は潰れる、潰れると、みんな言ってて、潰れないんですいやー、僕、あの、平沢さん、この七8年、北朝鮮関係の本とかも結構見たんですけれども、結構皆さん当たってないの多いんですよ。当たってないというか、うん、あのー、まあ本当になんかそのミステリーち、 ですよね実際の北朝鮮ってわからないじゃないですか、はい、まあ、ある意味ど、どなたかが処刑されてどうだっていう話は、あのー、ね、合ってるのかもしれないんですけども、意外ともうこれで北朝鮮は終わるんじゃないかっていうのも、もちろん終わってないですし、まあいろんな、うん、僕も本当ね、読んできたものがほとんどこれね、当たってないんですよね。そうですね1994年に、うん あのキム・イルソンがです、ねはい、死んで、キム・ジョンイルになったときに、もうこれで北朝鮮は終わりだなんて、うん、多くの人が言ったんですけど、はい、全然終わらないんです。うん、で、その後に今度はキム・ジョンイルが死んで、今度はキム・ジョンウンになって、うん、もうこれは絶対続かないと、うん、どれだけの人が言ったか分かんないけど、それでも続くんですよね、うん、それで慶応大学の,あの磯崎さんという、はい、準助教授がおられますけど、 と自民党本部に来て、講演されましたけど、その話聞いてたら、あの国は潰れるようで潰れないと、うん、じゃただ、だったら潰れないことを前提にして、うん、じゃあ、ね、どういう形でこの拉致問題を解決するかと、うん、いうことを。 考えてかなきゃならう、いろんなメディアとかもそうですけれども、この拉致という話というのがなかなか、ね、出てこなくなってると思うんですよね、はい、ある意味、風化させちゃいけませんし、今日こうやって、ね、平沢さんと改めてね、拉致問題から、ねはいえー、話していただいてね、まあ、本当にそういったことを忘れちゃいけない、まだまだやんなきゃいけない、ね、ということですよね、一回、コマーシャルいきましょう。 はい徳島市のただ博さんからいただきました北朝鮮やシリア情勢を含めこのような緊迫した内外の情勢にもかかわらず国会では森友問題など日本の行く末をとても真剣に考えているとは思えない安倍総理の足を引っ張る政治闘争ばかりに行きりを感じていますえ私は個人的に現在の厳しい国難を乗り切るのに安倍総理はじめ現在の閣僚以上に有能な人で たちが野党に存在するとは思えませんもちろん現在の政権が全て正しいとは思えませんがかつての民主党政権の教訓をしっかり忘れたようなえ一部のメディアや国民の方々には一体どのような国政を望むのか疑問に感じております平沢先生の有意義なご意見を期待していますということです今の方の言われる通りだと思います、はい、私はあの自民党はいいと思いませんけどもじゃあ今 安倍内閣に代わって、しっかりとこの日本を引っ張っていける政党、政治家、誰がいるんだということになったときに、やっぱり安倍、 安倍内閣、うん、はもう5年数か月、第2次安倍内閣続いてますけど、その結果として、やっぱり国際社会の中で大きな存在感といいますか、うん、影響力を持ちましたので、はい、これはやっぱり日本にとって大きな財産で、やっぱり総理大臣がくる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 変わ,変わってた時期がありまして、ね、今、平成30年で18人目、平成になって18人目の総理大臣ですけど、はい、今、やっと落ち着いてきたわけで。 ですから、これは、あの、日本の国際社会の中での地位ということで考えれば大きなプラスですから、はい、私は、あの、またこうでくるくる書いて、じゃあそれより良くなるのかということになった場合に、私はむしろ今のまま、要するに今までの過去の実績、経験を踏まえて、え、いろいろとその影響力を使って、 いろんな国際社会での問題の解決に取り組んでもらった方がプラスになると思いますけどね、だから今の方が言われるのは、私は全くその通りだと思いますけど、うん、はい、行きましょう。世田谷区の大沢さんです 福田前財務事務次官のセクハラ事件の問題ですが、平沢さ,さんと同じ東大の法学部を卒業しておきながら、証拠を出されていても認めないというのは納税者として腹立たしい限りです。キャリア官僚特有の特権階級意識からでしょうか、このような官僚だから税金の使い道を注視しなくてはいけないと思っています。 まあ福田さんの場合は、おそらくですね、医師のおごり満身だじゃないでしょうか、自分たちは最高の役所の、自分は最高のポストをしとめたと、俺たちの言う,ことに言うことに間違いはないというおごり満身があって、そういったおごり満身からあの記者の方に対するああいう発言なんかも出てしまったんじゃないかなと。 これはあの政治家も同じですね、はい、やっぱりあとで長期政権の場合の一番の問題は、やはりおごり満身そこ、増長っていうんですかね、これがやっぱり一番問題なんで,で、要するに逆に言えば、謙虚になることが大事なんで、例えば財務省の時間といったら、要するに役所の中の役所、そのトップだということになったらば、謙虚の上にも謙虚、間違っても稲葉湾みたいに踏んぞり返っちゃだめなんです、ところがやっぱり、逆に稲葉湾みたいになってしまった。 ってたんじゃないですかね福田さんの場合もなんで謙虚にならないんですかね。だっ,ったと思いますけどね、そんなまあ誰にも注意されないんでしょうね、きっと。注意する人はいないですから、ますます同調して、自分たちが言うことは間違いない、自分たちの言うことに、周りの人は誰でもが従う、納得するというふうに思い込んじゃったんじゃないですかね。でううだかからそいいったとところでおごりというか 出ちゃってるわけです、ね、あの財務省が他の予約書に対してね、はい、あの呼ぶつけて、それからいろいろとあの予算要求なんかやるする時のやり方っていうのも、私も何回も経験しましたけど、これ、凄まじいもんです自分たちはね、はい、自分たちで例えばあの課長がね、があの他の予約からの課長が来たら絶対合わないんですよ、ほか、はい、の役所から課長が来たら、財務省は課長補佐クラスが合うんです。はい であの財務省の課長に会うのは、他の省庁の局長クラスなんです、はい、それはなぜかというと、自分たちは俺お前たちと違って、一段も二段も上だという意識があるからです<ー>で、こういう意識がだんだんと上昇すると、マスコミに対しても、俺たちはお前たちにと違うんだと、それで教えてやるんだと、ですからこういったことを言ったからといって、何を騒ぐんだというような感じを私は持ってたと思うんです。 ですから、まあ、世の中も変わったし、その財務省が別に役所の中の役所だと思ってる人なんかいませんよということじゃないですか、しかも、皆さん方が扱ってるあのお金、税金は、ね、これ、国民の皆さんのものじゃないですか、はい、と、お前、あなた方のものじゃないでしょうということじゃないですか、うん、そこをやっぱり忘れてたから、うこ,ね、こういうことになるんじゃないかなと足立区の竹本正明さんです。 安倍政権の支持率について支持しない人の割合が支持する人を上回っているようです原因については盛りかけ問題ばかりが注目されていますが私は安倍総理の本来の支持層と言われるコアな保守層が離れてしまったと感じていますこの談話を見直すと言っておきながら日韓基本条約を無視して新たな合意を結んだことデフレ脱却まで消費税の増税はしないと言いながら8%へ ののの増税断行その結果デフレの長期化で強度を支えていたた中間層が縮小したことさらには人手不足をういながら事実上の移民につながる外国人の受け入れをしていることそして何よりかつては安倍にしかできないなどと保守派から期待された憲法9条の改正ではろくに議論もないまま三公可見といういわゆるお試,お試し会見で済まされようとしていますざっとこれ これだけ見ただけでも安倍総理は保守派の期待に応えているとは言えません。平沢先生このあたりで安倍政治の限界が見えてきたのではないでしょうか。あの今の方に言われているのはかなりの部分はあっているなと思いますね。うん、ただあの一つだけ忘れていただけば現実にはですねそう簡単にはいかないですよと。うん、例えばあの憲法改正のところでもそれはあの安倍さんだけじゃなくて私たちがやりたいと。 あるいは石破さんなんかもこういうふうにやりたいという思いがありますけど、問題は、それがただ、私たちの考えで終わっちゃだめなんで、それが実際に国民投票にかけて、国民投票で過半数を取らなきゃならないんで。 過半数取れないんだったら、むしろ出しちゃだめだんで。うん、というようなことをいろいろ考えますと、やっぱり現実を見て、やや妥協するというのは政治ですから、うん、これは私はある程度やむを得ないなと。しかしながら、でまあ、やっぱりあの今の方が言われるように、保守の方々の期待というのはかなり大きいものがあって、そ,れはそういった期待をな、あのもう要するに期待の中で安倍総理政権が誕生したわけで、安倍政権としては非、まあ、常に申し訳ないというあればいろいろあると思いますけど、やっぱり、 現実ははそう簡単にいいかないとですから一歩一歩着実にやっていく以外になないいんじゃないでしょうかねこれあの日本の場合というのはある意味このよく平和ボケということを言われたりもするんですけれども、はい、この憲法の問題もそうなんですけれども、はい、あの今までやはりこうやってあの普通に、まあ、こう生活できたのはやっぱ先人の人たちがやっ,ぱやってきてきたものが今に生きてるものですよね。今、はい いやの生きてる人たたちが作ったものででは絶対ないと思うんですね、はい、これからの人のために作っていかなきゃいけないところなんですけれどもそこをちょっと履き違えてる方も中にはいるのかなと思ってしまいますし、はい、今がいいから今は何も変えなくていいんだっていうのはその先を見てないのかなとも要するに時代は動いていくわけで、はい、今まで通り、えー、同じいくわけありませんよね、はい、歴史を見てもですね。そ,すねそれはあのー、今 憲法九条について改正案っていうのは、憲法九条じゃなくて、あのー、そこに、九条に追加して自衛隊の規定を置くっていうことについてもですね、今までのやり方をあ、規定を変えるわけでは全くなくて、九、うん、条はそのままにして、それに九条の2っていう形で新たに、まあ、可見というか、追加にで追加して自衛隊の規定を置くと。で、なぜ自衛隊の規定を置くかっていうのは、これは安倍さんが何回も説明してますけれども、要するに、憲法学者の、やっぱり、 7、8割はやっぱり今の自衛隊は違憲だって言うわけです。うんすね、国民の皆さんとは全く逆なんですよ。うん、憲法の学者からすると、7、8割は憲法違反だと。うん、で、これがあの小あの、中学校の公民という社会科の教科書の中にも、要するに自衛隊は今置かれていると。しかし、違憲だと、憲法違反だという人意見もい,いろいろとあるというのが、ほとんどの教科書に出てくるわけです。うん、で、自衛隊は違憲だということは、憲法学者がいい教科書に出てきて、それを まあ、自,衛隊さん自衛隊員の子どもさんたちもその教科書で勉強してると、それはちょっと気の毒だから、あ要するに、それで実際に自衛隊っていうのは、大きなけあの実力組織でもあるわけですから、そういった実力組織が違憲だっていうような声があるような状態はなくそうというのが、今回の憲法改正の考え方の一つなんです今の説明をちょっとしていただいただけで、とね、納得する方も、ね、いると思いますけれども。 まあ本当にそうやって説明してもらえると、意外とわかりやすいですよねそうですね、やっぱり自衛隊は確かに国民の皆さんの多くの、ほとんどの方は、自衛隊はもう別に憲法違反だなんて言ってる人はほとんどいませんけれども、うん、そしかし、憲法を専門としている憲法学者は、7、8割の方が依然として今でもやっぱり憲法違反であるということを言ってるわけで、これはこの事実は大きいんで、やっぱりここはやっぱり。 私たちはこう,いったこういったことを全部払拭していくのは私たちの務めだろうと思いますけどね、はいはい、茨城県の馬場久志さんです。 野党議員の存在に疑問を持っていますやっていることを見ますと安倍総理とし、えー、安倍晋三氏の総理としての立場から引きずり下ろしたいためだけに仕事をしているようにしか見えません私たち国民は低レベルなことばかりやって歳費を受け取る議員には即刻辞職し歳費を国庫に返納してもらいたい心境です最後を南州王の言葉 金もいらず命もいらぬものは始末に終えぬものなりに当てはまる国会議員が一体どれほどいるのかこの件についてどう思われますかあの野党の一番大きな仕事っていうのは政権を取ることなんです、はい、それで自分たちの考え方に基づいた政治を行うことなんです。 ですから、今、野党が政権安倍さんを政権から引きずり下ろそうということで、いろいろ動くこと自体は、私はこれ、野党だから、当然のことだろうと思いますけれども、ただ、今の問題で引きずり下ろせるかどうかというのは、私は大変に疑問なんで、やっぱり私は地道に今、安倍政治のいろんなことについて、要するにいろいろ賛否両論あるとわけですから。 それはもうむしろ野党の仕事としては、あの森友も賭けなんかもういいけれども、うん、そういうことよりもっと根質的な問題について、あの国民の皆さんに今の安倍政権、このままついていいですかということを堂々と訴えられたらいいと思うんです、うん、訴えられて、そして支持を拡大して、その上で政権取って、自分たちの思う形で政治をやられるということにしていけばいいわけで、なんかそういったことができないから、まあ要するに相手のエラーですね。 相手の自分たちと違う政策はここが違うということで訴えんじゃなくて、要するに相手のエラーというか、い、まあ、わばあオンゴールみたいなのを見て見て,て、それを元にしてなんとか政権を取ろうということなんでしょうけど、やや姑息だなと私は思いますけどね大国、うん、的にその先にどういった展望があって、どういった、あのーね、細かいところまで、そういうところはあんまり出てこないですよね。はい、はい 神戸市のラジオネーム石さんです自民党が野党時代当時の元総理、えー、菅さんそして野田さんに真正面から意見をぶつけて議論をしていましたが今の野党、特に民進党は安倍総理のやり方に不満があっても国会を欠席するだけですあと総理の見えないところで批判し放題ツイッターも書きたい放題というような状況でまるで素人以下です。こういった民進党 この行動について、何かご指摘するところはありますでしょうかいや、私はあの連休前から国会は全部ストップしてるんですけれども、はいうん、自分たちの要求が通らないから、麻生大臣辞めろっ,っも、なかなか辞めないから、うん、だから国会の審議をストップするというのは、私はこれは国民の理解得られるかなと思うんです。もちろん、ね、あの森友とか加計とかかこの問題を 追求するのはいいんですけども、はい、それを、それを、その追求で自分たちの要求が通らないから、他の委員会も全部ストップすると。ましてや私はつくづく思うんですけど、憲法審査会なんていうのは、こういった問題って全く離れて、これからの憲法どうするかってことを議論する場なんだから、議論すればいいわけで、はい、それも全部、そのなんかストップしちゃうっていうのは、私はこんなやり方は、や,やっと、いつまでもこんなことを続けてたら、国民さんの、 信頼を失うんじゃないかなと思いますけどねやっとのためにも良くないと思うそうですね一回こましシでいきましょう今日のゲストは自由民主党衆議院議員の平沢克恵さんです、はい、埼玉のアリスタさんです 安倍総理の後継者、いろいろと名前が出ていますが、どう考えても適任者がいません。私には不思議でしょうがないのですが、菅官房長官の名前が全く出てきません。菅さんなら間違いなく安倍路線を継承できると思うんですが、他の人よりもはるかに信頼感があります。菅さんが総理候補にならない理由は一体何なんでしょうか あの総理候補っていうのは、もちろんご本人がそのつもりになって、はい、かつその自分のおところで、えー、そういった自分を応援してくれる支持者っていうのをしっかりと集めて、うん、その上に乗って結局、働きかけをしていくわけですから、今、菅さんは一言で言えば菅派っていうのはないわけですから、うん、ですから、総理になろうというお気持ちもないし、それで実際に総理にしようということで、あの今、菅さんの周りに集まってる人っていうのも、 今の段階では私が知る限りはそういった要するに政策グループですねうん、うん、まずはあの一人一人バラバラで応援している人はいるでしょうけどまとまって例えば20人30人50人という単位で応援する人たちが政策集団を作って菅さんを応援するというこういった動きは全くないわけですから、うん、ですから今のところはそれはないと思いますよねこだけど今の方が言われているようにあの別に今いないわけじゃなくて今もいますけども菅さんもその一人だろうと思いますけどもうん、うん、これは あのポストっていうのは、今ないからだめじゃなくて、要するにそのポストにつけば、ですねやっぱりだんだんとその総理なら総理らしくなっていくもんですから、ですから、今はまだ総理になってませんから、やっぱりみんな頼りなく思いますけど、なれば、それなりのしっかりした仕事をしてくれる人は、私はいっぱいいると思いますけど、ですから、ポストがその人間をなるほど。ですから、ポストについてみれば、もちろん失敗な。 ケースもありますけど、ね、だから、民進党と時なんか、え皆さん、失敗したとみな、国民の皆さん思っておられるでしょうけれども、まあ、安倍さんの時も不安だ、不安だって言われてましたけれども、ですけども、安倍さん、私はこの2回目ですね、え5年数か月経ちましたけど、私はかなりいい仕事をされて、結果も大きく、大きな結果を出しているなと思いますけど、うん、そしてなかなかできなかったことをですね、 1> 第1次安倍内閣、第2次、第3次といって、いろいろとやってこられましたので、私はこれは安倍さんのポストが、あの総理というポストが安倍さんを作って、どん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 前に進めているんじゃないかなと思いますけどね。どはい、ラジオネームさ,くらさんです 平沢さんは二階派の所属ということですがマスコミでは二階さんはボスとかドンとかとにかく一頃の小沢一郎さんのような剛腕政治家のように語られています先日は日米首脳会談で沸き立つ中お一人で中国共産党の王木さんと会っていて感心しました二階さんはどういう方でしょうか まあ一言で言えば、目配りというか、先を見る目がすごいなという感じで、ご本人は総理というポストを狙っているわけでは全くないわけで、ですけれども、結局、先を見る目は凄まじいというか、立ちたものがありまして、それでもし、なるならば、自分ができるならば、キングメーカーといいますか、そういった方、間違いなく日本を引っ張ってくける人、 応援したいとで今のところは安倍さんということで二階さんは言っておられるわけで、ですから、このままいけば安倍さんを二階さんとしては応援されると思いますし、私は二階さんの強いところは、もう日本はいろいろとそれ韓国だ、中国だ、あのなんだってあの問題抱えてますけれども、あの中国、韓国のトップとも、 呃、不服じゃなく、まあ要するに簡単に照らす中っていうか、要するに率直にいろいろと話ができるっていう、こういったパイプを持ってるっていうのは、これは強いと思いますけどね。私も、あの、二階さんと一緒に韓国の大使に呼ばれ、あ中国の大使です在、はい、日の大使に呼ばれて、いろいろ話を伺いましたけど、もう、一目も二目も大使は置いてます<ー>ですから、こういう、そういう時も、いるっていうことは、やっぱり日本の強みでも、 あるなと思いますけどねそれでその二階さんがね、あの向こうの言いなりになるかと思ったら、大間違いで、この前、韓国の国会議員が来たんですよ、はい、それで韓国の国会議員が幹事長に来て、私も同席したんですけれども、はい、そこで韓国の国会議員、もしなんかあれば、あの絶対大きく言うぞって言って構えてたのが、 のなところが向こうがそ,れ話をあのそういった話になる状況には全くなかったんで、うん、結局出なかったんです、うん、その時に向こう側から言ったのは、え要するにこの北朝鮮の問題というのは、これ、日本も話し合わなければ解決しないと、でその話し合う人としては、日本では二回先生しかいないんじゃないですかというようなことを言って,おられま,し言ってましたけども、私もかなり。 そこは合ってるなと、うん、要するに二階さんが北の北の金正恩と会って、それでこの拉致問題を含めた話し合いでこの問題を解決したらどうかと、うん、そ,そ,のそういう意味であればあの、韓国としても全面的に応援するというような話を向こう側からします、ね、して、ね、それで二階さんは笑、うん、っておられましたけど、うん、まあ私はあの韓国の言うと通りで、やっぱり二階さん 国内の政局の中でいろいろ動いてもらうことも大事ですけど、はい、今、こういうあの韓国だ、なんだ、北朝鮮だっていろんな問題があるときに、<交>こっちの面でも,でもやっぱり動いてもらう必要があるんじゃないかなと思いますけどね78歳の三四郎さんから頂きました。 野党への批判が多いということに驚いています。審議拒否は良くないと思いますが、これをもたらしたのは1年間も国会や国民に嘘をついてきた自民党だと思います。歳費を返上しなければいけないのは自民党閣僚ではないでしょうか。まあこれまあいろんなあの意見があると思いますけども、まああの審議拒否というのは。 私は、あの、少なくとも国会での進撃拒否っていうのはどうかなと思いますけどね。例えば、あの、森友とかなんかについて、えー、なかなか自分たちの要求が通らないということのイライラはわかりますけど、だからといって他の、あの、あれを全部止めるのはどうかなと思います。うん、それから、まあ、あえて野球私は野党にいっぱい友達いますけれども、もう皆さんみんな困ってるのは、要するに、 自分たちがいっぱいこう政党がいっぱいできて、どこの政党に今属してるのか、支持者の方でもわからないって、ご本人も大体わからないというような感じになってきてますけど、私はあの一番望ましいのは、やっぱり政権を、あるとき、いざとなれば変わりうる、しっかりした野党ができることだろうと思いますから、その意味で言えばですね、まあ、これは早く、まあ、一本に野党がまとまって、それで、 自民党がこれだけおかしいんであれば、自民党にということであれば、自民党にすぐ代わり売るよという形を取った方がいいと思いますけど、今はどうなってるのかさっぱりわかんないです、野党が。これはやっぱり日本の政治にとっても不幸だなと思いますけどね、うん。はい。 ラジオネーム同期の桜さんです先週のゲスト、常念司さんが野党には在野精神が必要なのに元官僚や弁護士ばっかりと批判していて確かにと納得しました平沢さんもいわゆる元官僚議員ですが何かの表紙で当選してしまった素人議員やあるいは世襲や地盤の前上で ほっと出てきたボンボン議員には財務省クラスの官僚をコントロールするのは不可能だと思います自民党では派閥の中でこうした対霞が関のレクチャーや勉強会があったはずです今でも機能しているんでしょうかそれとも官僚天国と揶揄されるように今では政治家が官僚の言いなりなんでしょうかいやあの官僚の力は相対的に落ちてます間違いなく政治優位の状態になってます でましてや内閣人事局であの政治が全部人事権を握ってるわけですから、あの当然のことながら、これ、昔も握ってましたけど、その握ってる割合が、割合というか力がはるかに強くなってるのが今ですから、もうそれはあの政治の方が官僚よりはるかに上になっていることは間違いないんで、これはあの政党政治ですから、当たり前の。 ことで、役人がせい日本の国を動かしてるんじゃなく政治が動かしてるわけですから、これは当然のことだろうと思いますけれども、それで、野党の人たちがですね、ちょっと、私は今もっと、 ししっかりしてもらいたいたなとあの日本の与党と野党の違いは何かというと、あの谷垣貞勝さんがよく言ってたんですけど、与党の人たちは与党の議員であることに、それで応援している人たちは与党の議員を応援していることに、それなりのプライド、誇りを持ってると。ところが、野党の人たちを応援している人たちは、そういった色合いが非常に薄いと。 少ないということを言っておられましたけど、私なんか地元見てると、確かにその通りだなと。で、野党の人たちは今までこの党を応援してたのが、今度は次はどうの党を応援するんだと。こんなにくるくる猫の目のように変わってたら、応援するところがもうなくなっちゃいますよ、これ。ですから、繰り返しますけども、日本の政治を良くしようと思ったら、自民党を中心とした勢力に対して、変わり得るしっかりした野党、選挙になったら取って変われるようなしっかりした野党ができることが、やっぱり自民党にも、 のためにもいいし政治に緊張感が出てきますので、はい、私はそういった政治を早く実現させるべきじゃないかなと思いますけどね、うんうん、自民にとっては厳しくなりますけどあえて野党目線でじゃあ言うとして、今の野党がどうだっていう話もありますけれども、じゃあ野党、これからどうしていけばいいかっていうときに、やはり前の民主党政権が、あのことが皆さん、いまだにイメージがあるんだと思いますし、逆にじゃあ、どうすれば。 そのある意味二大勢力というか、そういった野党の中でも頑張れるのか、また作れるのか、今までやっぱり名前のあった人たちはもう出ない方がいいと思いますけれどもねも。うもう本当に出てない人間でもう本当に新たなものをやりますってやった方が、やっぱいつまでたっても前は前前って言われてしまいますよね。そういう名前が上がると、人はみんななんか、 やはりこう、昔のあれになってしまうんで。 もうそれしかないと思うんですけどもねですからいや、野党の人たちと与党と、そんなに考え方が変わるかというと、変わらない人もいっぱいいるんですよ。はいそ,すね、それでたまたま野党にいるのはなぜかというと、与党で枠がなくて、選挙に出れなかったら野党で出れたという人も多い,、ね、多いんですよ。ですから、そうであれば、野党は野党で自民党と同じようだけども、自分たちはこの点は違う、この点は違うということで、はっきり国民のさんに分かるような形にして、それであのあの選挙で争って、それで自民党は最近問題ばっかり起こしてるから、 不祥事が多いから態度が大きいから、じゃあ野党入れるというような形になるのが、一番政治としてはこの街にまい思ますけどねあのなんていうのは正義の味方じゃないですけれども、なんかそういう野党の人たちに、人の悪口を言わないけれども、行動で示す野党みたいなものが作ってほしいな、そうすればちょっとはこう。 流れも変わるんじゃないかなと思うんですけれどもね,そ,うですねそのためにも野党には頑張ってもらいたい頑張ってもらえないと困るわけですからね,そうですねはい行きましょう千葉の山下さんです警察出身の平沢さんがゲストでぜひともお聞きしたいことは滋賀県で起きた少年警官による上司の警官射殺の事件です根本的におかしいと思いますいくら学校で教育を受けたとはいえ少年に拳銃が渡され事件が起これば少年 名前すら出ないといとうのは納得できません警察の世界を見てきた平沢さんはどのようなお考えでしょうか全くその通りです、それで今の方に言われる通りで、これはあの採用のミスとか教育のミスという,う以前の問題として、私はあの警察ですね、やっぱり一緒に、 え、勤務していれば、そして一緒に教育を施していれば、どっかこれおかしいっていうのは分かりますから、採用の段階ではなかなか分かりにくくても、それで警察学校に入れてる間に生活すれば、どっかやっぱりおかしいっていうのは分かった場合には、やっぱり勇気を持って早めにやっぱり、あの、やめてもらうと。 警察官としてはふさわしくないということで、採用した人でもやめてもらうということが必要だろうと思います、今でも、ですね今ちょっとわかりませんけど、昔はですね採用しても、警察学校卒業するまでに1割くらいの人にやめてってもらったんです、はい、これもう向かないか、警察に向かないからと。うん、ですから、今回のケースも、要するにもともと警察官がこんな事件を起こしたんじゃなくて、事件を犯すような人が警察官でたまたまいたということにもなるわけで、うん、そこはやっぱり、もうちょっと警察、 しっかりしてもらいたいなと、二十何万人の中の一人だって言いますけど、やっぱりその一人でも、こんな事件のやっぱり影響っていうのは極めて大きいわけで、うん、そこはやっぱり警察はしっかり反省して、要するに、あ,あれですねあの、あらゆる面で、どうやってこういう問題を防ぐかということについてのチェックをですね、えー、チェックと反省をやってしてもらいたいなと思いますけどね。はい一回コマーシきましょう たくさん来まますね。はい、行きましょうします。ラジオネームアンドロイド富士山からいただきました昨夜は NHK で憲法記念日に絡めた国会議員の討論会が放送されました自民党の細田議員は国会で議論を経てからの発議が必要だと抑制的な発言で野党は国民が改正を求めていないと後ろ向きでしたが私の提言としては今こそ発議をかけるべきです発議をかけることで国民 ようやく真剣に考えます国民は日々の生活に忙しいので締め切りがあって初めて重い腰を上げるものですこれが一つそして2つ目に 朝日新聞が安倍一強の独裁政治だと騒ぎ始めます。おそらく2週間もすれば、森かけのもの字も見かけなくなるでしょう。そして国民投票が近づけば、野党と共に真っ赤に染まった5権の旗を掲げながら、議論の土俵には乗るはずです。手法としては、例の自衛隊名機を旨とした安倍改憲案ならぬ可憲案を公明党に提示。ハードルはどの条文よりも低いはずです。交渉で折れさせた後は、自民、 公明維新の3分の2で発議を図るのがいいと思います昨日の朝日は社説で盛りかけにより憲法改正の議論の土台は崩れたと書いていましたもうこの新聞に塗る薬はありませんテレンてくだを、えー、尽くしてどんな手を使っても異常な国会を正すべきだと思いますこういった提言について先生いかがでしょうか、あのー、今の方言われてましたけども、あのー、国民が 憲法改正を求めていないというような話があるんですけれども、だったらば、私はどんどんあの憲法改正をやらせたらいいと思うんです、でやらせて国民投票をかけると。 国民がもし望んでなければ、それを否決しますよ、うん、否決するってことは、政権にとっては大きなダメージですから、うん、もう政権吹っ飛ぶでしょう、うん、ですから、否決、要するに国民がもう望んでないということは、国民は憲法改正の国民投票なんかあった場合には、それを否決するということですから、から否決するっていうのも、一つの大きなあの政権闘争にもなりうるわけですから、はい、私はむしろそうだとすれば、なおのこと、じゃあ、憲法改正を。 発議をしたらどうかっていうのが筋じゃないかなと思いますけどね、ですから、私は憲法改正は、これからいろいろと議論して、憲法審査会でいろいろ揉まれて、だんだんあの条文のあれも、文書も変わるし、それから別な項目が入ってくるかもしれませんけど、それを憲法改正は国民に発議してみたらいいと思うんです、うん、そしたら国民がどう出るか、今の方が言われるように、 今,今は、いつも忙しいですけど、実際にこれ、発議となれば、あの2か月から6か月の運動期間がありますから、そこでテレビコマーシャルだとか、あのー、個別訪問も許されますし、はい、まあいろんな働きかけが許されますから、みんないろんな形で働きかければ、国民の憲法に対する理解深まりますし、その上で国民の皆さん判断して、これは賛成とか反対とかという意思表示をされるわけですから、それを見て、それでこれが否決されたら、 もうそれはあもう国民の意思,意思ですからそ国民が決められたことで当然のことですけどそれを発議した政権側は大きなダメージを私は受けると思います、はい。ラジオネーム、マ、ま、ー、あ、さんです消費税廃止そして景気対策を希望しています。いかかがでしょうか まあ消費税は、それは上げないのがいいに決まってますけど、まあ、来年の10%は、一応は決まっている、時期的に決まっています。で、問題は、社会保障というか、そちらに対するコストをどこで捻出するかということだろうと思いますよ。私はは日本はこれだけ負担で 中福祉幸福祉の国というのは背がないと思いますですから例えばですねお医者さんでもですね行けばねあのかなりまあリーズナムなあのお金で見てくれますよ、はい、でど,どこの病院に行ってもこんなその 国がじゃあ世界どこにあるんですか私もイギリスにいましたけど、病院に診てもらったら大変なことですよ。すね、これはね、ゆりかごから墓場までとか言っても、やっぱり自分のか、その地域のかかりつけの医者はいいけども、専門の医者のところに行こうと思ったら、もう待たなきゃならない、時間はかかる、金はかかる場合も多いということになっちゃうわけで、いい医者に診てもらおうと思うと、お金がかかるや。イギリスの場合は。ということになっちゃうんです。 ほら日本の場合は、要するにどこのお医者さんにかかろうが、何しようが、もう額はもう一定の額に決まってて、誰にでも見てもらえるんです、どのお医者さんからでも見てもらいたいと思えば、行けば見てくれるんですよ、こんな国はないですからね、うんまあ、外国他の諸外国と比べると、なんていうんだろう、違いっていうのは、すごいよく分かりますよね分かりますよ、ですって、国によっては、例えば消防車だって金通りますしね,、はい、ね、消防車通し。 それからパトカーで取ってく国ってありますしね。救急車なんかましてや、あのー、取る国なんてないっぱいあります救急車。ですから、日本の場合は、まあ、いろんな意味で、あのー、当然ともみんな思われちゃってる、ってね、その上で社会保障だけはね、うんうん、社会保障だけは当然だと思ってるんですけど、じゃあその社会保障の票はどうやって捻出するんですかって、今の方に逆に聞きたいですよね、うん、これは。はい えー、千葉市の三井さんです長く議員をされている平沢先生今のマスメディアをどう思われますかやらせや仕込み下請けいじめはもはや当たり前のようで偏向報道も悪意のある編集もやりたい放題です文春や新潮などの週刊誌がやるゴシップレベルのお話をテレビやワイドショーで日がな1日繰り返しています先生から見ても力のある抜き差しならない記者というのは減ってしまったんではないでしょうか まあこれはマスコミもいろいろということでしょうね、うん、いいマスコミもありますし、うん、しかし、レベルの低いというか、もう本当、イエロージャーナリズムといいますか、まあ、そういったところもいろいろあるし、まあ、本当に、えー、マスコミ次第、それで記者次第と、優秀な記者の方もいっぱいおられますし、ただやっぱりマスコミというのは、一つだけ間違いなく言えることは、やっぱり社会にとってマスコミというのは欠かせない。 非常にやっぱり社会啓発、いろいろ教育する機関として欠かせないわけで、マスコミにはぜひレベルアップを常に心がけていただきたいなと思いますけどねどうですか、平沢さんなんかもそういう番組とか出たり、ゲストコメンテーターで出たり、いろんな場面でメディアというのも出られてると思うんですけれども、はい、なかなか自分の思ってることを人に伝える、テレビのそのコーナーの中で、 言うって意外と難しいですよね難しいで限られた時間で、それでやっぱり他の方もおられるということで、それを全部伝えるっていうのは、時間があれば別ですけど、でね、であんまり長くしゃべると、今度はあの国民の予算の見てくださる、国民のの方が忙しいですから、うん、なかなか見てくれないと、うん、いうことにもなりますので、短い時間でどういうか形で、要するに思うところをしっかりとご理解いただくかと。 いや,いや、最近はもういろんな方が喋りますよね、コメンテーターとして。そうですね。まあ、コメンテーターって何だろうと思っちゃうんですけど、その前に。<laughs> あの、そういった人たちが、まあ、ね、いろんな人問わず結構語りますよね。そうですね。よくそんなこと言えるなぁと思ってしまうんですよね。そう、ね。まあ、あんま見てないんですけどね、最近。<laughs> <laughs> はいはい、ラジオネームスカットミサイルさんです拉致問題の関連予算について質問といいますかクレームです平成27年度の関連予算はおよそ16億円前年度は12億円です一体どこへ消えたんでしょう北朝鮮が拉致を認めて謝罪したのが平成14年ですから当時からすでに16年以上毎年10億円以上がこの現場に流れています利権化されていないでしょうかということですがこれ ラジの金はどういう形で使われているのか、私もつまびらかにしませんけれども、おそらくですよ、例えばあの脱北者からいわば情報を入手して、その謝礼として払ったりとか、そういったようなことでいろいろ使われているんじゃないかなと思いますけどね、ですけれども、まあ、具体的になぜ、これだけ多くの額が。 何に使われているかというのは細かいことは分かりませんけれども、これ、拉致の対策本部の予算でしょうから、拉致の問題で使われている、一番大きなのは情報収集量じゃないでしょうかね、これ。だけど もうまともな情報収集じゃなくてあの、インチキ情報に引っかかってお金だけ払ったっていうのもいっぱいあったと思います本、ね、当、ねね、かなっていう、逆にパラドックなようなことを本当にやってたっていう時もありましたし、ね、あの民主党政権のにはには、あの情報があって、ですね北朝鮮から間違いなく拉致被害者を。 釈放する解放するってんで、飛行機まで全日空機を用意したことありましたから、はい、ですから、こういった形で騙されるような情報をつかまされることもいっぱいあったわけですからね、でもそういう、それはやっぱりその議員じゃないですか、はい、の情報と、やっぱりアメリカでも CIA の情報っていうのは、情報のプロとも、やはり議員さんってある意味、そこまで情報 偵察と言っても、結局、自分で偵察行けたり、何行ったりっていうのは、なかなかできないですよね。えー、あのインテリジェンスを持っているアメリカと、日本のようにインテリジェンスじゃなくてですね、<laughs> はい、頭下げて外国の情報を村に行くのとでは、えらい違いですね。です,ねですから、日本ももっと自分で独自に情報を取る、そういったインテリジェンスという機関は、絶対に必要だと思いますけどね。いやもう本当に逆に逆 日本がスパイ天国だみたいな話もなってますよね、はい、だからやはり何か変えるんじゃなくてもうそういう意味でもか変えていかないと 難しいっていうことなんですかね。やっぱりそういうことだと思いますね。はい、あ。まあ今日は本当に平沢さんにですね、まあ、えー、内遊外観からですね、まあ、あの、いろんな意味で外交問題もですね、まあ、今この自民党としてやらなきゃいけないこと、もちろん野党目線でもね、野党もこうね、頑張っていただくと、やっぱ二大政党でね、二大やらないといけないっていうのは常々おっしゃっていますし、最後にね、あのー、ラジオの皆さんに、平沢さんから一言お願いしたいんですけれども。 まああの私たちにとって大事なことは、やはりあの謙虚になるということだろうと思いますよ、あのかつてあの栗原小牧さんが自民党大会で自信を持つことと謙虚さを持つことが大事だということを言われましたけど、自民党は全くその通りだなと、特に今、私たちはやっぱりあの大きな議席をいただいているだけに、やっぱり傲慢に,になっちゃいけないんで、でますます議席が多いだけに、 謙虚に、えー、丁寧に、親切に、やっぱり政治を進めていく必要があるんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ本当、ますますですね、うん、今年以降も、二階派にいるということで、はい、平沢さんご自身もいろんなところで活躍、活動。はい されると思いますのでね、はい、皆さんもね、えー、期待して、えー、平沢さん見ていただければと思います平沢さん今日は本当にあの1時間以上皆さんありがとうございましたたくさんのご意見ご質問ありがとうございました今日は自由民主党衆議院議員の平沢克恵さんをゲストにお迎えしました世相に切り込む生放送マップやスターのズバリシ勝負 でですが何かの表紙で当選してしてまった素人議員や、あるいは世襲や地盤の前状でポッと出てきたボンボン議員には財務省クラスの官僚をコントロールするのは不可能だと思います自民党では派閥の中でこうした対霞が関のレクチャーや勉強会があったはずです、今でも機能しているんでしょうか、それとも官僚天国と揶揄されるように今では政治家が官僚の言いなりなんでしょうか。 いやあの官僚の力は相対的に落ちてます、間違いなく政治優位の状態になってます、でましてや内閣人事局であの政治が全部人事権を握ってるわけですから、であの当然のことながら、これ、昔も握ってましたけど、その握ってる割合が、割合というか力がはるかに強くなってるのが今ですから、もうそれはあの政治の方が官僚よりはるかに上になっていることは間違いないんで、これはあの政党政治ですから、当たり前の。 ことで、役人がせ日本の国を動かしてるんじゃなく政治が動かしてるわけですから、これは当然のことだろうと思いますけれども、それで、野党の人たちがですね、ちょっと、私は今、もっとしっかりしてもらいたいなと、日本の与党と野党の違いは何かというと、 あの谷垣貞勝さんがよく言ってたんですけど、与党の人たちは与党の議員であることに、それで応援してる人たちは与党の議員を応援してることに、それなりのプライド、誇りを持ってると、ところが野党の人たちを応援してる人たちは、そういった色合いが非常に薄いと。 少ないということを言っておられましたけど、私なんか地元見てると、確かにその通りだなと。で、野党の人たちは今までこの党を応援してたのが、今度は次はどうの党を応援するんだと。こんなにくるくる猫の目のように変わってたら、応援するところがもうなくなっちゃいますよ、これ。ですから、繰り返しますけども、日本の政治を良くしようと思ったら、自民党を中心とした勢力に対して、変わり得るしっかりした野党。選挙になったら、取って変われるようなしっかりした野党ができることが、 やっぱり自民党にものためにもいいし、政治に緊張感が出てきますので、はい、私はそういった政治を早く実現させるべきじゃないかなと思いますけどね、うんうん、自民党っては厳しくなりますけどあえて野党目線でじゃあ言うとして、今の野党がどうだっていう話もありますけれども、じゃあ野党、これからどうしていけばいいかっていうときに、やはり前の民主党政権が、あのことが皆さん、いまだにイメージがあるんだと思いますし、逆にじゃあどうすれば、 そのある意味、二大勢力というか、そういった野党の中でも頑張れるのか、また作れるのか、今までやっぱり、名前のあった人たちはもう出ない方がいいと思いますけれどもねも。うもう本当に出てない人間でもう本当に新たなものをやりますってやった方が、やっぱいつまでたっても前は前前って言われてしまいますよね。そういう名前が上がると、人はみんななんか、 やはりこう、昔のあれになってしまうんで。 もうそれしかないと思うんですけどもね。ですから、いや、野党の人たちと与党と、そんなに考え方が変わるかっていうと、変わらない人もいっぱいいるんですよ。はいそ,すね、それで、たまたま野党にいるのはなぜかというと、与党で枠がなくて、選挙に出れなかったら、野党に出れたという人も,も多,い、ね、多いんですよ。ですから、そうであれば、野党は野党で自民党と同じようだけども、自分たちはこの点は違う、この点は違うということで、はっきり国民の皆さんに分かるような形にして、それで、あのあの選挙で争って、それで自民党は最近問題ばっかり起こしてる。 から不祥事が多いから、態度が大きいから、じゃあ、野党入れるというような形になるのが、一番政治としては、この町に望ましい、ね、と思いますけどね。あのなんていうのは、正義の味方じゃないですけれども、なんかそういう野党の人たちに、人の悪口を言わないけれども、行動で示す野党みたいなものが作ってほしいな、そうすれば、ちょっとはこう。 流れも変わるんじゃないかなと思うんですけれどもねそうですねそのためにも野党には頑張,いい頑張ってもらえないと困るわけですからねそうですねはい、はい、行きましょう千葉の山下さんです警察出身の平沢さんがゲストで是非ともお聞きしたいことは滋賀県で起きた少年警官による上司の警官射殺の事件です根本的におかしいと思いますいくら学校で教育を受けたとはいえ少年に拳銃が渡され事件が起これば少年法 でで名前すら出ないといとうのは納得できません警察の世界を見てきた平沢さんはどのようなお考えでしょうか全くその通りです、それで今の方に言われる通りで、これはあの採用のミスとか教育のミスという,う以前の問題として、私はあの警察ですね、やっぱり一緒に、 勤務していれば、そして一緒に教育を施していれば、どっかこれおかしいっていうのは分かりますから、採用の段階ではなかなか分かりにくくても、それで警察学校に入れてる間に生活すれば、どっかやっぱりおかしいっていうのは分かった場合には、やっぱり勇気を持って早めにやっぱり、あの、やめてもらうと。 警察官としてはふさわしくないということで、採用した人でも辞めてもらうということが必要だろうと思います。今でもですね、今ちょっとわかりませんけど、昔はですね採用しても、警察学校卒業するまでに1割くらいの人に辞めてってもらったんです、はい、これもう向かないから、警察に向かないからと。うん、ですから今回のケースも、要するにもともと警察官がこんな事件を起こしたんじゃなくて、事件を犯すような人が警察官でたまたまいたということにもなるわけで、うん、そこはやっぱりもうちょっと警察、 ししっかりしてもらいたいたなと二十何万人の中の一人だと言いますけど、やっぱりその一人でも、こんなの事件のやっぱり影響というのは極めて大きいわけで、うん、そこはやっぱり警察はしっかり反省して、要するにあ,あれですねあ,のあらゆる面でどうやってこういう問題を防ぐかということについてのチェックをです、ねえー、チェックと反省をやしてもらいたいなと思いますけどね。はい一回コマーシャルきましょう たくさん来ますねラジオネームアンドロイド富士山からいただきました昨夜は NHK で憲法記念日に絡めた国会議員の討論会が放送されました自民党の細田議員は国会で議論を経てからの発議が必要だと抑制的な発言で野党は国民が改正を求めていないと後ろ向きでしたが私の提言としては今こそ発議をかけるべきです発議をかけることで国民が ようやく真剣に考えます。国民は日々の生活に忙しいので締め切りがあって初めて重い腰を上げるものです。これが一つ。そして二つ目に。 朝日新聞が安倍一強の独裁政治だと騒ぎ始めます。おそらく2週間もすれば森かけのもの字も見かけなくなるでしょう。そして国民投票が近づけば野党と共に真っ赤に染まった5権の旗を掲げながら議論の土俵には乗るはずです。手法としては例の自衛隊名機を旨とした安倍改憲案ならぬ可憲案を公明党に提示。ハードルはどの条文よりも低いはずです。交渉で折れさせた後は自民 公明維新の3分の2で発議を図るのがいいと思います昨日の朝日は社説で盛りかけにより憲法改正の議論の土台は崩れたと書いていましたもうこの新聞に塗る薬はありませんテレン手れ手てくだを、えー、尽くしてどんな手を使っても異常な国会を正すべきだと思いますこういった提言について先生いかがでしょうか、あのー、今の方言われていましたけれども、あのー、国民が 憲法改正を求めていないというような話があるんですけれども、だったらば、私はどんどんあの憲法改正をやらせたらいいと思うんです、でやらせて国民投票をかけると。 国民がもし望んでなければ、それを否決しますよ、うん、否決するってことは、政権にとっては大きなダメージですから、うん、もう政権吹っ飛ぶでしょう、うん、ですから、否決、要するに国民がもう望んでないということは、国民は憲法改正の国民投票なんかあった場合には、それを否決するということですから、から否決するっていうのも、一つの大きなあの政権闘争にもなりうるわけですから、はい、私はむしろそうだとすれば、なおのこと、じゃあ、憲法改正を、 発議をしたらどうかっていうのが筋じゃないかなと思いますけどね、ですから、私は憲法改正は、これからいろいろと議論して、憲法審査会でいろいろ揉まれて、だんだん条文のあれも、なんか文書も変わるし、それから別な項目が入ってくるかもしれませんけど、それを憲法改正は国民に発議してみたらいいと思うんです、うん、そしたら国民がどう出るか、今の方が言われるように、 今、今はいつも忙しいですけど、実際にこれ発議となれば、あの、2ヶ月から6ヶ月の運動期間がありますから、そこでテレビコマーシャルだとか、あのー、個別訪問も許されますし、はい、まあいろんな働きかけが許されますから、みんないろんな形で働きかければ、国民の憲法に対して理解深まりますし、その上で国民の判断して、これは賛成とか反対とかっていう意思表示をされるわけですから、それを見て、それで、これが否決されたら、 もうそれはあもう国民の意思,意思ですからそれ、国民が決められたことで当然のことですけど、それを発議した政権側は大きなダメージを私は受けると思いますけ、うんはい、どうラジオネーム、マ、ま、ー、あ、さんです。消費税廃止、そして景気対策を希望しています。いかかがでしょうか まあ消費税はそれは上げないのがいいに決まってますけど、まあ、来年の10%は、一応は決まっている、時期的に決まっていますで、問題は社会保障というか、そちらに対するコストをどこで捻出するかということだろうと思いますよ。私はは日本はこれだけ負担で 中福祉、幸福祉の国というのは、世界ないと思います。ですから、例えばですね、お医者さんでもですね、行けば、ね、かなり、まあ、リーズナブルなあのお金で見てくれますよ。でど,どこの病院に行って 内閣ととといいううことになるんだろうと思います、うん、で安倍内閣はもう5年数か月、第2次安倍内閣続いてますけど、その結果として、やっぱり国際社会の中で大きな存在感といいますか、うん、影響力を持ちましたので、はい、これはやっぱり日本にとって大きな財産で、やっぱり総理大臣がくる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 変わ,、ね、変わってた時期がありまして、今、平成30年で18人目、平成になって18人目の総理大臣ですけど、はい、今、やっと落ち着いてきたわけで。 ですから、これは、あの、日本の国際社会の中での一位ということで考えれば大きなプラスですから、はい、私は、あの、またこうでくるくる書いて、じゃそれより良くなるのかということになった場合に、私は、むしろ今のまま、要するに今までの過去の実績、経験を踏まえて、え、いろいろとその影響力を使って、 いろんな国際社会での問題の解決に取り組んでもらった方がプラスになると思いますけどね、うん、だから今の方が言われるのは、私は全くその通りだと思いますけど、うん、はい、行きましょう。世田谷区の大沢さんです 福田前財務事務次官のセクハラ事件の問題ですが平沢さ,さんと同じ東大の法学部を卒業しておきながら証拠を出されていても認めないというのは納税者として腹立たしい限りですキャリア官僚特有の特権階級意識からでしょうかこのような官僚だから税金の使い道を注視しなくてはいけないと思っています まあ福田さんの場合は、おそらくですね、医師のおごり満身だじゃないでしょうか、自分たちは最高の役所の、自分は最高のポストを仕留めたと、俺たちの言う,ことに言うことに間違いはないというおごり満身があって、そういったおごり満身からあの記者の方に対するああいう発言なんかも出てしまったんじゃないかなと。 これはあの政治家も同じですね、はい、やっぱり、あと長期政権の場合の一番の問題は、あのやはりおごり満身しそこは増長っていうんですかね、これがやっぱり一番問題なんで,で、要するに逆に言えば、謙虚になることが大事なんで、例えば財務省の時間といったら、要するに役所の中の役所、そのトップだということになったらば、謙虚の上にも謙虚、間違っても稲葉はみたいにふんどり返っちゃだめなんです、ところがやっぱり、逆に稲葉はみたいになってしまった。 ってたんじゃないですかね福田さんの場合もなんで謙虚にならないんですかね。だと思いますけどね、そんなまあ誰にも注意されないんでしょうね、きっと。注意する人はいないですから、ますます同調して、自分たちが言うことは間違いない、自分たちの言うことに、周りの人は誰でもが従う、納得するというふうに思い込んじゃったんじゃないですかね。でううだかからそいいったとところでおごりというか 出ちゃってるわけですねあの財務省が他の予約書に対してね、はい、あの呼ぶつけて、それからいろいろとあの予算要求なんかやるするときのやり方っていうのも、私も何回も経験しましたけど、これ、凄さまじいもんですね、自分たちはね、はい、自分たちで例えばあの課長がね、あの他の役所かの予約書の課長が来たら絶対合わないんですよ。はい ほかの役所から課長が来たら、財務省は課長補佐クラスが合うんです、はい、であの財務省の課長に会うのは、他の省庁の局長クラスなんです、はい、それはなぜかというと、自分たちは俺お前たちと違って、一段も2段も上だという意識があるからです<ー>で、こういう意識がだんだんと上調すると、マスコミに対しても、俺たちはお前たちにと違うんだと、それで教えてやるんだと。ですからこういった をを言っったからといって何を騒ぐんだとというよううよな感じを私は思ってたと思うんですうんですすから、まあ世の中も変わったし、その財務省が別に役所の中の役所だと思ってる人なんかいませんよということじゃないですか、しかも、皆さん方が扱ってるあのお金、税金は、ねこれ、国民の皆さんのものじゃないですか、はい、と、お前、あなた方のものじゃないでしょうということじゃないですか、そこをやっぱり忘れてたから、うこ,ね、こういうことになるんじゃないかなと思いますね。はい、はい 足立区の竹本正明さんです。 安倍政権の支持率について支持しない人の割合が支持する人を上回っているようです原因については盛りかけ問題ばかりが注目されていますが私は安倍総理の本来の支持層と言われるコアな保守層が離れてしまったと感じていますこの談話を見直すと言っておきながら日韓基本条約を無視して新たな合意を結んだことデフレ脱却まで消費税の増税はしないと言いながら8%へ ののの増税断行その結果デフレの長期化で強度を支えていたた中間層が縮小したことさらには人手不足をういながら事実上の移民につながる外国人の受け入れをしていることそして何よりかつては安倍にしかできないなどと保守派から期待された憲法9条の改正ではろくに議論もないまま三公下見といういわゆるお試し会見で済まされようとしていますざっとこれ これだけ見ただけでも安倍総理は保守派の期待に応えているとは言えません。平沢先生、このあたりで安倍政治の限界が見えてきたのではないでしょうか。あの今の方に言われているのはかなりの部分はあっているなと思いますね。うん、ただあの一つだけ言わせていただけば現実にはですね、そう簡単にはいかないですよと。うん、例えばあの憲法改正のところでもそれはあの安倍さんだけじゃなくて私たちがやりたいと。 あるいは石破さんなんかもこういうふうにやりたいという思いがありますけど、問題は、それがただ、私たちの考えで終わっちゃだめなんで、それが実際に国民投票にかけて、国民投票で過半数を取らなきゃなんないんで。 過半数取れないんだったら、むしろ出しちゃだめだというようなことをいろいろ考えますと、やっぱり現実を見て、やや妥協するというのは政治ですから、うん、これは私はある程度やむを得ないなと。しかしながら、でまあ、やっぱりあの今の方が言われるように、保守の方々の期待というのはかなり大きいものがあって、そ,れはそういった期待をな、あのもう要するに期待の中で安倍総理政権が誕生したわけで、安倍政権としては、まあ、非常に申し訳ないというあればいろいろあると思いますけど、やっぱり、 現実ははそう簡単にいいかないとですから、一歩一歩着実にやっていく以外になないいんじゃないでしょうかねこれあの日本の場合というのは、ある意味、このよく平和ボケということを言われたりもするんですけれども、はい、この憲法の問題もそうなんですけれども、はい、あの今までやはりこうやってあの普通に、まあ、こう生活できたのは、やっぱ先人の人たちがやっ,ぱやってきてきたものが今に生きてるものですよね。今、はい いやの生きてる人たたちが作ったものででは絶対ないと思うんですね、はい、これからの人のために作っていかなきゃいけないところなんですけれども、そこをちょっと履き違えている方も中にはいるのかなと思ってしまいますし、はい、今がいいから今は何も変えなくていいんだっていうのは、その先を見てないのかなとも、要するに時代は動いていくわけで、はい、今まで通り、えー、同じ行くわけありませんよね、はい、歴史を見てもですね。そ,すねそれは、あのー、今 憲法9条について、改正案というのは、憲法9条じゃなくて、あのー、そこに9条に追加して自衛隊の規定を置くということについてもです、ね、今までのやり方をあ、規定を変えるわけでは全くなくて、うん、9条はそのままにして、それに9条の2という形で、新たに可憲というか、追加にで追加して自衛隊の規定を置くと、でなぜ自衛隊の規定を置くかというのは、これは安倍さんが何回も説明してますけれども、要するに、憲法学者のやっぱり7、8割は、 やっぱり今の自衛隊は違憲だって言うわけです。うんすね、国民の皆さんとは全く逆なんですよ。うん、憲法の学者からすると、7、8割は憲法違反だと。うん、で、これがあの小あの、中学校の公民という社会科の教科書の中にも、要するに自衛隊は今置かれていると。しかし、違憲だと、憲法違反だという人意見もい,いろいろとあるというのが、ほとんどの教科書に出てくるわけです。うん、で、自衛隊は違憲だということは、憲法学者がいい教科書に出てきて、それを まあ、自,衛隊さん自衛隊員の子どもさんたちもその教科書で勉強してると、それはちょっと気の毒だから、あ要するに、それで実際に自衛隊っていうのは、大きなけあの実力組織でもあるわけですから、そういった実力組織が違憲だっていうような声があるような状態はなくそうというのが、今回の憲法改正の考え方の一つなんです今の説明をちょっとしていただいただけで、とね、納得する方も、ね、いると思いますけれども。 まあ本当にそうやって説明してもらえると、意外とわかりやすいですよねそうですね、やっぱり自衛隊は確かに国民の皆さんの多くの、ほとんどの方は、自衛隊はもう別に憲法違反だなんて言ってる人はほとんどいませんけれども、うん、そしかし、憲法を専門としている憲法学者は、7、8割の方が依然として今でもやっぱり憲法違反であるということを言ってるわけで、これはこの事実は大きいんで、やっぱりここはやっぱり。 私たちはこういったこういったことを全部払拭しておくのは私たちの務めだろうと思いますけどねはい、はいえー、茨城県の馬場久志さんです。 野党議員の存在に疑問を持っていますやっていることを見ますと安倍総理とし、えー、安倍晋三氏の総理としての立場から引きずり下ろしたいためだけに仕事をしているようにしか見えません私たち国民は低レベルなことばかりやって歳費を受け取る議員には即刻辞職し歳費を国庫に返納してもらいたい心境です最後を南州王の言葉 金もいらず命もいらぬものは始末に終えぬものなりに当てはまる国会議員が一体どれほどいるのかこの件についてどう思われますかあの野党の一番大きな仕事っていうのは政権を取ることなんです、はい、それで自分たちの考え方に基づいた政治を行うことなんです。 ですから今、野党が政権安倍さんを政権から引きずり下ろそうということで、いろいろ動くこと自体は、私はこれ、野党だから、当然のことだろうと思いますけれども、ただ、今の問題で引きずり下ろせるかどうかというのは、私は大変に疑問なんで、やっぱり私は地道に今、安倍政治のいろんなことについて、要するにいろいろ賛否両論あるとわけですから。 それはもうむしろ野党の仕事としては、あの森友も賭けなんかもういいけれども、うん、そういうことよりもっと根質的な問題について、あの国民の皆さんに、今の安倍政権、このままついていいですかということを、堂々と訴えられたらいいと思うんです。うん、訴えられて、そして支持を拡大して、その上で政権取って、自分たちの思う形で政治をやられるということにしていけばいいわけで、なんかそういったことができないから、まあ、要するに相手のエラーですね。 相手の自分たちと違う政策はここが違うということで訴えんじゃなくて、要するに相手のエラーというか、い、まあ、わばあオウンゴールみたいなのを見て,見てて、それを元にして何とか政権を取ろうということなんでしょうけど、やや姑息だなと私は思いますけどね大国的にその先にどういった展望があって、どういった、あのーね、細かいところまで、そういうところはあんまり出てこないですね。はい、はい 神戸市のラジオネーム墓石さんです自民党が野党時代当時の元総理、えー、菅さんそして野田さんに真正面から意見をぶつけて議論をしていましたが今の野党特に民進党は安倍総理のやり方に不満があっても国会を欠席するだけですあと総理の見えないところで批判し放題ツイッターも書きたい放題というような状況でまるで素人以下ですこういった民進党 の行動について、何かご指摘するところはありますでしょうかいや、私はあの連休前から国会は全部ストップしてるんですけども、はい、うん自分たちの要求が通らないから、麻生大臣辞めろっも、なかなか辞めないから、うん、だから国会の審議をストップするというのは、私はこれは国民の理解得られるかなと思うんです。もちろん、ね、あの森友とか影とかかこの問題を 追求するのはいいんですけども、はい、それを、それを、その追求で自分たちの要求が通らないから、他の委員会も全部ストップすると。ましてや私はつくづく思うんですけど、憲法審査会なんていうのは、こういった問題とは全く離れて、これからの憲法どうするかということを議論する場なんだから、議論すればいいわけで、はい、それも全部、その、なんかストップしちゃうっていうのは、私はこんなやり方は、うん、や党と、いつまでもこんなことを続けてたら、国民さんの、 信頼を失うんじゃないかなと思いますけどね野党のためにも良くない一回コマーシャでいきましょう今日のゲストは自由民主党衆議院議員の平沢克恵さんです、はい、埼玉のアリスタさんです 安倍総理の後継者いろいろと名前が出ていますがどう考えても適任者がいません私には不思議でしょうがないのですが菅官房長官の名前が全く出てきません菅さんなら間違いなく安倍路線を継承できると思うんですが他の人よりもはるかに信頼感があります菅さんが総理候補にならない理由は一体何なんでしょうか あの総理候補っていうのは、もちろんご本人がそのつもりになって、はい、かつその自分のおところで、えー、そういった自分を応援してくれる支持者っていうのをしっかりと集めて、うん、その上に乗って結局、働きかけをしていくわけですから、今、菅さんは一言言言えば菅派っていうのはないわけですから、うん、ですから、総理になろうというお気持ちもないし、それで実際に総理にしようということで、あの今、菅さんの周りに集まってる人っていうのも、 今の段階では私がしる限りはそういった要するに政策グループですね、うん、まあそあの一人一人バラバラで応援している人はいるでしょうけどまとまって例えば20人30人50人という単位で応援する人たちが政策集団を作って菅さんを応援するというこういった動きは全くないわけですから、うん、ですから今のところはそれはないと思いますよね,ですよねだけど今の方が言われているようにあのー、別に今いないわけじゃなくて今もいますけども菅さんもその一人だろうと思いますけども、うん、これは あのポストっていうのは、今ないからだめじゃなくて、要するにそのポストにつけば、ですねやっぱりだんだんとその総理なら総理らしくなっていくもんですから、ですから、今はまだ総理になってませんから、やっぱりみんな頼りなく思いますけど、なれば、それなりのしっかりした仕事をしてくれる人は、私はいっぱいいると思いますけど、ですから、ポストがその人間を作るんです。ですから、ポストについてみれば、もちろん失敗な、 ケースもありますけど、ね、だから、民進党と時なんか、え皆さん、失敗したとみな、国民の皆さん思っておられるでしょうけれども、まあ、安倍さんの時も不安だ、不安だって言われてましたけれども、ですけれども、安倍さん、私はこの2回目ですね、え5年数か月経ちましたけど、私はかなりいい仕事をされて、結果も大きく、大きな結果を出しているなと思いますけど、うん、そしてなかなかできなかったことをですね、 第一次の安倍内閣、第二次、第三次といって、いろいろとやってこられましたので、うん、私はこれは安倍さんのポストが、あの総理というポストが安倍さんを作って、どん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 前に進めているんじゃないかなと思いますけどね。ラジオネームさ,くらさんです 平沢さんは二階派の所属ということですがマスコミでは二階さんはボスとかドンとかとにかく一頃の小沢一郎さんのような剛腕政治家のように語られています先日は日米首脳会談で沸き立つ中お一人で中国共産党の王木さんと会っていて感心しました二階さんはどういう方でしょうか まあ一言で言えば、目配りというか、先を見る目がすごいなという感じで、ご本人は総理というポストを狙ってるわけでは全くないわけです、うん、ですけれども、結局、先を見る目は凄まじじというか、立ちたものがありまして、それでもし、なるならば、自分ができるならば、キングメーカーといいますか。 そういった方間違いなく日本を引っ張っていける人を応援したいと、で今のところは安倍さんということで二階さんは言っておられるわけで、ですから、このままいけば安倍さんを二階さんとしては応援されると思いますし、私は二階さんの強いところは、もう日本はいろいろとそれは韓国だ、中国だ、あのなんだってあの問題抱えてますけれどもあの、中国、韓国のトップとも、 呃、不服じゃなく、まあ要するに簡単相手らす中っていうか、要するに率直にいろいろと話ができるっていう、こういったパイプを持ってるっていうのは、これは強いと思いますけどね。私も、あの、二階さんと一緒に韓国の大使に呼ばれ、あ中国の大使です在日、はい、の大使に呼ばれて、いろいろ話を伺いましたけど、もう、一目も二目も大使は置いてます。<ー>ですから、こういう、そうじかもがい、いるっていうことは、やっぱり日本の強みでも、 あるなと思いますけどねそれでその二階さんがね、あの向こうの言いなりになるかと思ったら、大間違いで、この前、韓国の国会議員が来たんですよ、はい、それで韓国の国会議員が幹事長に来て、私も同席したんですけども、はい、そこで韓国の国会議員、もしなんかあればあの、絶対大きく言うぞって言って構えてたのが、 前の,大使のヤンフところが、向こうがそういう話をあのそういった話になる状況には全くなかったんで、うん、結局出なかったんです。うん、その時に、向こう側から言ったのは、え要するに、この北朝鮮の問題というのは、これ、日本も話し合わなければ解決しないと。で、その話し合う人としては、日本では二回先生しかいないんじゃないですかというようなことを言っておられました、言ってましたけれども、私もかなり。 そこは合ってるなと、うん、要するに二階さんが北の北の金正恩と会って、そしてこの拉致問題を含めた話し合いでこの問題を解決したらどうかと、うん、そ,そ,のそういう意味であればあの、韓国としても全面的に応援するというような話を向こう側からしましえ、ねね、それで二階さんはあの笑っておられましたけど、うんまあ、私はあの韓国の言うと通りで、やっぱり二階さんを 国内の政局の中でいろいろ動いてもらうことも大事ですけど、はい、今、こういうあの韓国だなんだ北朝鮮だっていろんな問題があるときに<交>こっちの面でも,でもやっぱり動いてもらう必要があるんじゃないかなと思いますけどね78歳の三四郎さんからいただきました。 野党への批判が多いということに驚いています。審議拒否は良くないと思いますが、これをもたらしたのは1年間も国会や国民に嘘をついてきた自民党だと思います。再費を返上しなければいけないのは自民党閣僚ではないでしょうか。まあこれまあいろんなあの意見があると思いますけども、まああの審議拒否というのは。 私はあの少なくとも国会での審議拒否っていうのはどうかなと思いますけどね。例えば、あの、森友とかなんかについて、えー、なかなか自分たちの要求が通らないということのイライラはわかりますけど、だからといって他の、あの、あれを全部止めるのはどうかなと思います。うん、それから、まあ、まあ、あえて野党、私は野党にいっぱい友達いますけれども、もう皆さんやみんな困ってるのは、要するに、 自分たちがいっぱいこう政党がいっぱいできて、どこの政党に今、属しているのか、支持者の方でもわからないって、ご本人も大体わからないというような感じになってきてますけど、私はあの一番望ましいのは、やっぱり政権を、あるとき、いざとなれば変わりうる、しっかりした野党ができることだろうと思いますから、その意味で言えば、ですねまあこれは早く、ああいう本に野党がまとまって、それで、 自民党がこれだけおかしいんであれば、自民党にということであれば、自民党にすぐ代わり売るよという形を取った方がいいと思いますけど、うん、今はどうなってるのかさっぱり分かわかんないです、野党が。うん、これはやっぱり日本の政治にとっても不幸だなと思いますけどね。うん、はい。 ラジオネーム、同期の桜さ,さんです。先週のゲスト、常年司さんが、野党には在野精神が必要なのに、元官僚や弁護士ばっかりと批判していて、確かにと納得しました。平沢さんもいわゆる元官僚議員、この北朝鮮の問題を利用しようとかっていうことになれば、私はこれは解決、北朝鮮の思うつぼだ、うん、になるだろうと思います。まあ、アメリカファースト。アメリカがまず良ければいいと考えですから、 間違いなくそういったこともありますよねそうですねですから、うん、この問題最終的には あの核問題の完全解決、完全放棄という形に持っていかなければならないわけで、うんうん、もちろん日本からすれば拉致問題の完全解決ということになるんですけど、うんうん、核の完全放棄ということになってくると、北朝鮮は核を全部です、ね、洗いざらいですね、全部今まで積み重ねてきた持っているものをですね全部あの第三国に持っていかなきゃならない。そうじゃないと 北に置いといたらどうなるか分かりませんから、そこまで北朝鮮が果たしてするかどうか、しかもそれは本当にすべてを持ち出したってことをどうやってチェックするか、それから北朝鮮というのは、あの地下の施設がいっぱいあるんですよ、はい、この地下の施設をどうやってチェックするか、うん、ということになってくると、最終的には北朝鮮の隅から隅まで徹底して、もう要するにどこもあの要するに見,見せないなんていうところがもう一切あっちゃだめなんです。て、うん、てを見て それであの、こちら側が納得しなければならないわけで、果たしてそこまで北朝鮮がやら,やらせるかどうかうんそこはちょっと疑問なんですけどね平沢さんご自身、このもう十何年前から、ですねこの北朝鮮との交渉、ニゴ、はい、シエイトっていうんですかね、はい、もちろん中国も含めて、はい、今までいろいろやってきたからこそ、今回のまた、意外とちょっとね、今みたいな発言につながるわけだと思うんですけれども。はい いろいろありましたよね伊沢さ,さんもいろんな経験するからそうですね。まああの私自身はあのこの問題2002年9月17日に、はい、小泉総理があの包丁してえそしてえこの当時の金正日総書記からですね拉致を認めさせ謝罪させたと私はこれは大変なあの大きなあの成果だったと思います。うん、やっぱり小泉さんの一つの大きな私は。 あの、成果、だったと思いますし、これを下準備したのは、田中金さんという方なんで、私は田中金さんにですね、拉致の関係者の中から厳しく批判する人がいますけど、私はあの北が一切拉致はないって認めてた中で、認めさせたっていう功績は、私は認めてやらなければ、ちょっと田中金さんがかわいそうじゃないかなと。私ははそこはしっかり正当に 評価ししてあげなななきゃならないし、うん、もし、田中金さんがもし間違ってたおかしいって言うんであれば、田中金さんを批判しちゃだめなんで、うん、田中金さんは小泉さんの言われる通りに、う言う通りに動いたわけですから、うん、もしそれがけしからんということであれば、小泉さんを批判しなきゃいけないんです。うん、それから小泉さんは批判できないもんだから、田中金さんを一生懸命批判すると。うん、このやり方はどうかなと。うん 私はこれは問題だなと思います、ね、そうですよね、当時、その田キンさんと北朝鮮側の、うん、まあミスター x とよく出ますけれども、はい、この方ももういないんですよねと言われてますよね、れこれ、誰だかわからな,ないですけど、そういうなんかね、イメージというか、話を聞くと、もうね、ある意味処刑されたっていう話も。 まね,すね、はい、だけども、まあ、ともかくこういうミスターエクスとレ分からないように、漏れないように、結局、慎重に何回も、あのー、会合を重ねて、そして、あのー、北,北がラジオを認め謝罪すると。 いうところに持っていったわけですから、大したものだと思うし、もう少なくとも北はですね、間違いなく今、北は、あれを認めて謝罪したのは大失敗だったと思ってると思うんですよ。それはなぜかというと、それは向こうはお金が入ってくると思ったから、結局これを認めたわけですから、それで謝罪したわけですから、ところがお金が入ってくるどころか、逆に制裁は強まったわけですから、北からすればこれは失敗したというふうに思っているんじゃないかなと。だけども、日本からすれば不十分なまま、 まあ、だけど、一歩前進になるかは間違いないけど、はい、完全なあれではないと、だから完全な解決するには、やはり北側がもっとしっかりしろということを、もっときちんと正直にすべてを明らかにしようということになるわけで、これでこの平行線がずっと続いてるわけですから、この平行線をもし打開しようとしたら、 この北朝鮮にとってプラスになると思わせるようなやり方で向こうに話しかけなかったら、た,ただ、ラのモまだ被害者がいるから返せ、返せとね言うのは当たり前のことなんだけど、この当たり前が通用しないのが北朝鮮ですから、その当たり前のことが通用しない北朝鮮にどうやってこれをあの正直に言わせるかという問題になってきますと、私はただあの返せ、返せと言ってただけじゃ、あの国はなかなか。 通じな,い通じないんじゃないかなと思いますけど、ね、もちろん、これ、外務省がいろいろやらなければいけないと思うんですけれども、はい、ある意味、今は内閣主導で、そうですね、北朝鮮に対しては動いてらっしゃるんですかね今まではもう、外務省と内閣主導ってなんですけれどよ両内閣主導なんですけれども、他の国だったら、インテリジェンスですね、すね情報機関がやるわけですね、アメリカの場合は CIA がやってますけれども、はい、こういう形でやるわけです。 日本の場合はそういった情報機関がないですから、今までは外務省ですけど、外務省ではなかなかダメだということで、まあ、の苛立って、それで、内閣でいろいろとやっておられるんでしょうけども、まあ、しかし、解決、あの、平成、あの、2002年ですか、あの、小泉さんが北に行かれたのか、それからもう16年経ちますけど、あの、2回目の子供さんたちが帰ってきて以降ですね、一切、 この問題は進展してないんです。ですから、その意味で言えば、やっぱり日本としてなぜなんだろうということで、もちろん悪いのは向こうだけども、向こうはそれは前提とした上で、どうやって解決するかということですから、私はあの反省するとこしっかり反省して、改めて,改めてで、要するにもう一回戦線を、要するに、の体制を組み替えて、望まないと。私はね、外国に拉致の問題なんかを頼んでますけれども、アメリカだ、韓国だ、モンゴルだ、 あいろいろとブルドしたけどね、これじゃ解決しないと思いますやっぱり拉致問題は日本の問題なんですから、日本がやっぱり先頭に立ってしっかりとやらなきゃ、アメリカに今度頼んでますけれども、アメリカも私は話としては、北側に日本がこういうのもこの問題をしっかりやるよと言ってくれると思うんです。だけどそれまでで 要するにこれをしっかりやらなかったら、お前らただじゃおかんとは許さないぞと、この、ね、席,席をね、蹴って立って立った、立って帰ってくるよというようなことをアメリカがしてくれるはずは、私は全くないと思います。この流れを見るとどうしても例えば、えー、米朝首脳会談が行われて、まあもちろん、その韓国もそういう南北の会談も行われまして、もちろん中国とも言っています。日本だけがちょっと、ある意味何もしてないように見えるわけなんですけれども、 逆にこれから、ある意味、このお金で日本はいろんな意味で、えー、援助や寄付やとかそういうのあるんですかねそうですね、やっぱり北が一番、日本に期待してるのは、もう一番というより、もうすべて、1から10番ですべてがお金でしょうね、日本の。で、これお金をなんとか日本からもらいたいということなんでしょうけど、そのためには拉致問題が解決しないと、日本としてはやれないということになりますので、これからそのせめぎ合いが。 行われると思いますいただ、あの国は潰れる、潰れると、みんな言ってて、潰れないんですいやー、僕、あの、平沢さん、この7、8年、北朝鮮関係の本とかも結構見たんですけれども、結構皆さん当たってないの多いんですよ。す当たってないというか、うん、あのー、ま、あ本当になんかそのミステリーち、 ですよね実際の北朝鮮ってわからないじゃないですか。はい、まあ、ある意味ど、どなたが処刑されてどうだっていう話は、あのー、ね、合ってるのかもしれないんですけども、意外と、もうこれで北朝鮮は終わるんじゃないかっていうのももちろん終わってないですし、まあ、いろんな、僕も本当ね、読んできたものがほとんどこれね、当たってないんですよね。そうですね1994年に、うん あのキム・イルソンがです、ねはい、死んで、キム・ジョンイルになったときに、もうこれで北朝鮮は終わりだなんて、多くの人が言ったんですよ、うん、全然終わらないんです、はいで、その後に今度はキム・ジョンイルが死んで、今度はキム・ジョンウンノになって、うん、もうこれは絶対続かないと、はい、どれだけの人が言ったか分からないけど、それでも続くんですよね、うん、それで慶応大学の,あの磯崎さんという、はい、準助教授がおられますけど。 と自民党本部に来て、講演されましたけど、その話聞いてたら、あの国は潰れるようで潰れないと、うん、じゃただ、だったら潰れないことを前提にして、うん、じゃあ、ね、どういう形でこの拉致問題を解決するか、うん、ということを。 考えてかなきゃならう、いろんなメディアとかもそうですけれども、この拉致という話というのがなかなか、ね、出てこなくなってると思うんですよね、はい、ある意味、風化させちゃいけませんし、今日こうやって、ね、平沢さんと改めてね、拉致問題からね、えー、話していただいてね、まあ、本当にそういったことを忘れちゃいけない、まだまだやんなきゃいけない、ね、ということですよね、一回、コマーシャルいきましょう。はいいきましょう はい徳島市のただ博さんからいただきました北朝鮮やシリア情勢を含めこのような緊迫した内外の情勢にもかかわらず国会では森友問題など日本の行く末をとても真剣に考えているとは思えない安倍総理の足を引っ張る政治闘争ばかりに行きりを感じていますえ、私は個人的に現在の厳しい国難を乗り切るのに安倍総理はじめ現在の閣僚以上に有能な人 たちが野党に存在するとは思えませんもちろん現在の政権が全て正しいとは思えませんがかつての民主党政権の教訓をしっかり忘れたようなえ一部のメディアや国民の方々には一体どのような国政を望むのか疑問に感じております平沢先生の有意義なご意見を期待していますということです今の方に言われる通りだと思います、はい、私はあの自民党はいいと思いませんけどもじゃあ今 安倍内閣に変わって、しっかりとこの日本を引っ張っていけるう政党、政治家、誰がいるんだということになったときに、やっぱり東京・麻布台から生放送。マット それでは本日のゲストを紹介します。自由民主党衆議院議員の平沢勝雄さんです。今日のテーマは安倍政権の内誘外観、国会でやるべきことは何かです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ本当にゴールデンウィーク真っ只中で、はい、まあいろんな議員の方を海外視察行かれたり、まあねいろんな意味で野党は審議拒否みたいな形、いろんなこの議員がいる中、相変わらずって言ったらあれですけれども、地元周りを。 ゴーールデンウィークもされてるわけですかあの昨日は憲法記念日で、はい、憲法関係の集会などがありましたけれども、それ以外、地元ではゴールデンウィークの間は、子どもさんたちの行事がいっぱいあるんです、はい。ですから、地域の人たち、普段お会いすることない人たちに会う絶好の機会でもあるんですんですからこういう時にできるだけ待っておいた方が、私はいいなと思って、わらせてもらってますけど。うんまあ、あ,のある意味こう 対極的にね、物事を見られてるいるふうに見えるわけなんですけれども、やっぱりあの、国会議員の方でも、まあいろんな資質が問われる中ですね、はい、まあ与党、野党もう抜きにしてですね、まあ平沢さんももう何十年、はい、この国会議員ということで、まあ町を歩かれると、はい、街の声というのは最近は逆にどうですか 厳しいですよ。厳しいですか。いや、私はいつも言うんですけど、自民党議員の一番だめなとこは、はい、呼ばれている会合だけ行くからだめなんです。要するに呼ばれない、要するに支持者だけのじゃ、だけじゃない会合ですね。そういったところにどんどん入っていって、それでやっぱり国民の皆さんの声を直接お聞きすると。厳しい意見もいっぱいありますよ。はい、でそういうこ,とこ声こそ歓迎して、耳を傾けると。 いうことをしないとだめだと思いますけどね、ですから、呼ばれた会合じゃない、例えば、ま、ちお祭りだとか、はい、それから地域の集会のなんかで、私たちに全く呼ばれてなくて、うん、ただ皆さん集まってるところなんかに行って、いろんな方々とお会いして、声を聞きますと、はい、まあ駅に立つのもいいんですけども、もともかく厳しいですよ、やっぱり。 もうはっきりしてまして、自民党に対しては非常に厳しいんです、うんね、自民党しっかりしろよと、うん、ただ、その自民党に代わりうる他の政党というのが、今、なかなか見つからないんですよ、うん、また新しい政党がこれをこの連休終わったらできるようですけど、はい、なかなか皆さん、そういった政党に期待してるっていうところはないわけです、うん、ですから、なおさらのことを自民党しっかり頑張ってくれよと、うん、いうところだろうと、私は今、思いますけどね。 これはもう、昔から平沢さんは与党、自民党に対しても、ですね、まあ、本当に厳しく言ってきてますよねそうですね、自民党はやはりあの常にあのいい意見はあんまり耳傾けなくていいんですよ、うん、要するに自民党に厳しい、自民党にとってはもう本当に耳の痛い声に耳を傾けることの方がはるかにはるかに大事なんですけど、うん、なんとなくそっちの方を避けて。 えー、いるというような傾向が最近はありますですねそれは私は絶対に避けなければいけないと思いますけどねまあ皆さんも多分思われると思うんですけれども、じゃあ野党はどうだってったときに、まあ、今の状態ですと、まああいう審議拒否っていうんですか、はい、ああいうような形で、まあ、それをしても、それで、まあ、ある意味、抗議ですよね、あの与党に対して。 抗議をしてるということなんでしょうけど、結局、その出てないでお金もらってるわけなんですよね。そうですね森ととか まああの日報の問題とか、それからセクハラの問題、いろいろあったから、はい、で特にあの文書の改ざんとかいろいろあったんで、麻生さんにはやめろとか、いろんな要求を出して、これが実現しないから、審議協議に入るということなんですけど、この問題をいろいろやるのはいいんですけど、こうした問題と、例えばですよ、昨日他のところでも言ったんですけど、憲法審査会は1回も今年になって開かれてないんですこういっったものを一緒にに土俵にの乗せちゃって それで、これが自分たちの主張が入れられなければ、他の問題は全部ストップしちゃうと、うん、国会審議が全部ストップしちゃうという、このやり方は私はどうかなと思いますけどねその一票を入れてくれた町のある意味、議員じゃないですか、一人一人、はい、その町の人たちが何と思うんですかね、仕事してないというか、うん、それでやらないということに対して。うん それでお金をもらってるんですよ、ね、ですから、私は野党のやり方、あその委員会とかそういうの全部ストップして、ですねそれで、えー、財務省のナンバー2、ナンバー3、えーまあ、野球で言えば2軍クラスを呼んで、ですね、うん、マスコミ入れて、そこでぎゅうぎゅう追及しているところをテレビに映させて、国民の皆さんに、ね、見てもらってるんですけども、うん、まあ、私はこのやり方はどうかなと、うん、そんなんだったら堂々と委員会に出てきて、うん、総理とか大臣を、 厳しく追及した方が、はる、うん、かに私は本当の責任者でもあるわけですそうです、ね、私は意味があると思いますけどね。二、うん、軍三軍を呼んでですね、そこにマスコミ入れて、あの、ギャン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 やっても、うん、その出てきた役人もかわいそうだし、うん、国民の皆さんだってなんだということになってしまうんですよね。だ、うん、からそういう番組を作ってるみたいな感じに見えますよね。そうですね。うん、ですからパフォーマンスみたいな形になっちゃいますんでね。うんまあ、もちろん自民党だって、 責任があるわけで、自民党ももっと正直にすべてやっぱり、こう皆さんに説明するっていう努力はかけていることは間違いないんで、ここは連休明けたらしっかり説明してもらいたいなと思いますけどね。そうですね。まあ多分そういったところも含めてですね、皆様からもメール、ファックスたくさんあると思いますし、最近、平瀬さん、あの、ソーシャルネットワークって言うんですか、例えば。SNS で、ね、SNS とかっていうのも結構、 あの使いになられてますよ、ね、いや、私はやってませんけども。なんかブロ,ブログというか、ホームページからそれはやいろいろ、はいで、活動内容なんかも出てますよね、はいまあ、これは出,出させていただいてますけども、うはい、こういうのもやはり大事ですよね、皆さん見ますからね。そうですね、まだあ<ー>あの議員として、もちろん載せられないこともいっぱいありますけど、はい、どういう活動してるのかの、そのいったんでもです、ね、んやっぱり見ていただく方に分かっていただければと思って。うん それはあのー、私というより秘書が、はい、あの私の後ろについてて、活動ていつも風を見て写真撮ったりして、それはいつもあの。あ ネットに載せているわけなんですけど、はい、まあもっともっと詳しくコメントとかなんか載せればいいんですけどなかなか時間の問題とかなんかってまた平沢さんには本の方もも、ね、出してほしいなあと思うわけなんですけれどもあそうですかすみませんいやあのね前の本、はい、あの連載されてたやつとかも結構本になったりもしてますねあそうですねあの夕刊 これはあかなり前に出しましたけど、はい、これからずいぶんたまりましたから、はい、また出してもいいんですけどねぜひこのタイミングで、ね、いろんな意味であのいろんなある意味内容外観というね、はい、あのキャッチコピーでも何でもいけるんじゃないかなと思いますけれどもね、はい、この後もですねコマーシャル以降皆様と一緒にですね今日もこれから1時間以上ね やっていきたいと思いますね。はい皆様からのご意見、ご質問をお待ちしております。受付メールアドレスは安川アットマーク。J. O. R. F. ドット C. O. ドット J. P. です。どしどしお寄せください。お待ちしてます。 今日のゲストは自由民主党衆議院議員の平沢勝恵さんです。今日のテーマは、安倍政権の内憂外患、国会でやるべきことは何かです。はい、まあね、先ほどももう冒頭から、えー、内閣についてもそうですけれども、自民党としてですね、まあほんとこうしなきゃいけないということで、いろいろおっしゃってますけれどもね、そんな中、やはりこの、 北朝鮮と韓国が南北首脳会談というのが行われまして、はい、実際、平沢さんは率直にどう思われましたか、まあ、北朝鮮については、つい最近までですね、まあ、アメリカのトランプ大統領ももちろん日本もそうですし、多くの国が、まあ、ならず者というか、ですねもう要するにとんでもない、えー、非,非人道的な独裁国家と、そのリーダーと、それで極めて残虐なリーダーで、うん 身内の人間でも次々に殺すということで言ってたんですけども、うん、わずかの期間の間にガラッと変わりましてね、今やノーベル平和賞とかという声が出るくらいになってしまって、ですね <laughs> まあちょっと違和感をですね、うん、今回の報道ぶりにはちょっと違和感を感じますけども、うん、まあ私はもしあの、金委員長が完全に今までの対応を改めて、 改心したってならこれはこれでいいことだろうと思うんです。で、改心して、これからいい方向に北朝鮮を持っていくというんだったらば、これは日本にとっても大変にありがたいし、それは核も完全に放棄するということであれば、その通りになれば、こんな素晴らしいことはないんで、喜ばしいと思いますけど、果たしてどこまで信用できるかと。 と,いう,と、ね、いうことじゃないですかね。ですから、すべては今度のアメリカとの会談を見てみなければわからないんです。ただ、私は心配しているのはですね、アメリカのトランプ大統領もですね、もう要するにこの北,北との会談をものすごく楽しみにしているようですけれども、今、あの、トランプ大統領はですね、ロシア疑惑でかなり捜査当局から追っかけられてですね、大変な状態にあるわけですよね。で、そういった中で、今年の秋には、 あの中間選挙があって、それで2年後には今度は大統領選挙がある、そういったものを控えててえ、なんとなく自分のイメージというか、自分のやっぱ実績を上げたいという、そういう気持ち持ってますからね、そういうこう持ってる中で、今回のこの問題を、万が一。